はい、はい、では、5月30日2021年、今日は陽光台って横浜市、そうですね、横浜市の陽光台のウェル陽光台に来ています。はい、はい、で、今日は暮らしのあるコミュニティ第4弾ということで、前回はアズワンで、まあ、アズワンとも縁がある、戸屋さんに、今日お話を、伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、なんかさっき散々熱くね、2人でいろいろコミュニティについて話したり、アズワンについていろいろね、なんかなんであそこはなんかあえて継続できるのかとかいろいろ話してたんだけど、今日はまあ、ウェル陽光台っていうシェアハウスだよね。シェアハウスですね。35人ぐらい、住んでいるシェアハウスで、まあ今まで扱ってきた、どっちかっていうと、まあ僕の中ではシェアハウスとエコビレッジは、エコビレッジとかインテンショナルコミュニティでちょっと違う部類ではあるんだけど、でもまあすごくコミュニティ感がある場所で、僕もなんだろうね、6年7年前ぐらいかな、ね、に来てここで住もうかとかっていうことも考えていたんだけど、まあ本当になんかね、来るとすごい素敵な雰囲気があるんだよね。特にそのキッチンがすごく大きくて、いろんな人たちが、しかもいろんな国の人たちが一緒に料理をしたり、一緒にその料理をしてる間に喋ったりして、でご飯とかもまあいろんな人が来る中で、あ、じゃあ一緒にジョインしなよみたいな感じで、僕が海外のゲストハウスとかで体験したようなノリがここにあって、本当になんか心地がいいなっていう感覚をここでは感じているんだけど、まあちょっとウェルの概要から始めていけたらなと思います。あと、はい、戸屋さんのまあ役割だよね、ウェルの。ああ、オッケー、役割ね、オッケー。はい、じゃあどうぞ。はい、ウェルの概要は、まあ、横浜市のそのさっきの陽光台っていうところにあるんですけど、今28世帯住んでて、まあ庭があって、まあ、外国の人が、今8人ぐらいかな住んでて、で子供、僕たちも今2人子供がいて、でもう一組、まあ、1人外国人で、そのハーフのカップルなんだけど、でそこのカップルにも子供が2人いて、で近所に、うちでその一緒に暮らす中で子供を産んで、で一緒に子育てして、で2歳ぐらいまでとか一緒にいて、で近所に住んでるってカップルが4カップルぐらいいる、うん、そういう感じのコミュニティです。で、ここは、開業して15年、建物自体はね、15、50年。そう、なんかもともとは社員寮だったんだよね。そうね、そう、社員寮を改築して、シェアハウスにした、シェアハウスにしたんだよね、うん、まあ15年やってるんだ、うん、すごいね。まあ改築ってもほとんど改築されてなかったけど、うん、女子寮で、で今キッチンって呼んでるところはもともと厨房で、今うちらがいるのはトイレだ。そう、トイレのとこ、トイレのとこ、はい、今ここで僕は泊まっています。すっごい天井が低くて、ここなんかもうもう手が届くんだけど、起きるともうコンクリートガーンみたいな感じで上がって、もう炭鉱部ができてるっていう、なんかでもなかなか面白いね、なんかいろいろ建物を改造して、うん、面白い部屋ができてたり、そう、ね、なんか DIY とかもいろいろやってたりして、うん、なんか結構ファンキーなノリだけど、正統派のファンキーさだと僕は思ってる。なんかね、東南アジアとかに行ったファンキーレベルとはまたちょっと違うあの感じだけど。なるほどね、うんうん、そうだね。だいぶ脱線したけど。いえ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 。で、15年前に、うん、まあ、ここをシェアハウスにするっていう形で、うん、
フェアさんはじゃあどういう役割でここに入ってる？ OK、 僕はただの住人として入りました。ああ、そうなんだ。ここはもともとその地主さんがいて、まあ、バブル、まあ、50年前バブル期にこれからも社員料とかもめっちゃ高収益でみたいに建てて、うん、でもなんか社員料の時代じゃなくて、で空いちゃってでちょっとシェアハウスなんか最近あるらしいしやってみるかみたいに作ったところで、あんま何もなかったんだよね、ルールとか何もちゃんとしなくて。でそこの開業して僕とうちの奥さんが同時期に、まあ、偶然、それぞれ別れて入ってきました。でそれが開業して 2,3 ヶ月の頃かな。うん、僕はその頃ちょっと、一回離婚、まあ、実質の離婚をしていて、で一回実家に戻ったんだけど、ちょっと実家も窮屈になってきて、でちょっと距離取りたいな、でその時にちょっと友達になった外国人がゲストハウスって言われてたんだけど、その頃シェアハウスのこと、あ、こんなとこあるんだと思って、ちょっと 2,3 ヶ月ちょっと実家から離れたらいいかなと思って、住んだんだけど、ああそうだ、でもすごく気に入って逃げ場みたいな。そうそうそう、だけど結果的には2年半住んで、でまた戻ってきちゃって、もう10年以上住んでる金子が。へえ、じゃあ住人として来たんだよね。そうそうそう。でそれで何2年半住んでたの？2年半住んでたので何が良かったの？そうだね、なんかいろいろ良かったところあるんだけど、一つは何だろう、寂しくなかった。なんか仕事で働いて帰ってきて、なんか他にその一緒お帰りって言ってくれる人たちがいて寂しくなかったのもあるし、まあ、その頃僕制作塾みたいなところにも課外活動で入ってたんだけど、何だろう、僕のその時の問題意識っていうのがあって、僕はだからね、都市だとインドのその何て言うの、鉱山都市みたいな、プネっていう町に4ヶ月ぐらい行ったのね。あ、本当？そうそう、あそこの町の本当に中央の方に行ってたの4ヶ月、それ会社の研修で。でその時になんか僕はね、どっかでやっぱインドって貧しいから、やっぱり貧しい国なんだろうと思ってたんだけど、なんか彼らを見てるとすごく時間もお金も余ってるなっていう、なんか彼ら別に働こうと思えばもっと働けんじゃんみたいな、なんか日本人だったらなんかちっちゃいタバコ屋だったら1人しかいないのに、そこに店員が4人ぐらいいてこう喋ってて、絶対こいつね、働くことも働く、だからなんかすごくあれ、なんかうちらの方が貧しくないみたいに思って帰ってきたので、でやっぱりシェアハウスに入って、あ、やなんかこう鍵ってなんかこう共有すること、やっぱシェアがすごい豊かさを生み出すんじゃないかっていうのはすごく思ったんです、その時ね。そうだね。そうで、やっぱりそれですごくハマっちゃって、で大家さんもすごいいい人だったから、でなんかボランティアでなんかいろいろハウスのこととかちょっと手伝ったりとかして、ホームページ作ったりとか、なんかその頃ってあんまりこうコミュニティのことで出してるホームページなかったから、そういうの作ってさ、で順に入ってきてさ、いや、あのホームページ俺作ったんだよみたいな、楽しかった、外人のちょっとなんか英語できないから外人対応してよみたいな、ああなんかすごい、なんかそれで外国の人と帰ってきて楽しかったね。そんな感じで、なんか2年半で1回離れたんだよね。そう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 、まあ、結婚したから、まあ、ここのもう一人の住人と出会って、シェアハウスで、そうそうそう、結婚して子供ができる、まあ、できるから離れた。離れた。そうそう。そう、子供ができてもここには住めない。人気のシェアハウスだったし。ああ、そうなんだ。で、なんで帰ってきたの？それはね、その子供ができて、その頃は2歳ぐらいだったんだけど、やっぱりシェアハウスのコミュニティってちょっと難しいところもあって、うまくやらないとね。で、僕たちが戻ってくる頃には、最終的に7人しか住んでない状態になっちゃって。人気のシェアハウスでも満員みたいに30何人ぐらいいるところから7人まで入居待ちができてるところから7人まで落ちちゃって、でちょっとやっぱ悲しかったよね、自分たちが出会ってすごい大事にしてたシェアハウスで、で僕たちもちょうどなんかちょっとシェアハウスで出会ったし、ちょっとこうなんていうの、炭開きっていうの、なんかちょっとゲストを呼べるような部屋みたいなのがあって、ちょっと広めの部屋借りようかなとか言ってたから、じゃあちょっとここ戻ってくるかっていう感じになって、
まあ実際はね、そんな簡単じゃなかったよね。だってそこ何に住んでんだか何人が納得しなかったら、僕たち子供いるから多世代シェアハウスになるってことなんで、そのホテルってことは。でもまあ7人もこのままじゃちょっとうまく経営が続かないことも分かってたし、うん、で帰ってきた。そっか、うん、なんで その7人に減っちゃったんじゃないかってこと、うん、それは知ってる、ね、知ってるよ、もちろん知ってるっていうか知らないけど多分こうだっただろうっていう推測はいろんな話からはつくよね。うん、まあ人だからやっぱりそのコミュニティが閉じちゃう、うん、そのやっぱりある時期からもうなんかいろいろ入れ替わりで人入ってくるけど、うん、あなんかもう仲のいい自分たちでいいよねってなっちゃうと、うん、やっぱりいい人からこう入れなくて出てっちゃう、あんま関わらない人ばっかりになってくる、うん、でちょっとずつそのメンバーもやっぱりシングルだからちょっとずつ抜けていくとこうだん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 コミュニティが細っていくでしょ、うん、そうするとハウスのいろんなことってやっぱり住人の自主的なものでこう動いてるところもあるから、うんうん、もちろん大家さんも清掃してくれてたけどいろんなことが成り立たなくなってきて、でホームページはちょっと作っててなんか雰囲気なんていうのこうなんかすごく住人が仲いい温かいシェアハウスですみたいなホームページがあるのに、うん、畑付きシェアハウスみたいな、なんかなかなかなかったんだよね、うんうん、今でもないけど、うん、で帰ってきたらなんか畑むっちゃ荒れてるし、うん、なんかキッチンとかもむっちゃなんか汚いしでもいなくなっちゃうみたいな、でだん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 人がいなくなっていった頃にちょっとなんか難しい人が入ってきて、うん、ちょっとなんかストーキング的な怖さが、うんうん、ちょっとね大家さんの人もねあなんかちょっとなと思ったんだって、だけどちょっともうすごい空いてたし、うん、でそれでまたバーッといなくなっちゃってそっかっていう感じみたい、お話聞くとね、そっか、うん、まあこのね暮らしのあるコミュニティで、うん、やっぱりよくテーマに、まあ、僕がやっぱりそのコミュニティをやるときによく聞くし自分でも悩んでるのがやっぱその経済面のなんかやっぱりそこが成り立たない問題と、まあ、その人間関係だよね。そうだね。なんかまあね、今のストーキングする人とか、まあ、精神的にすごい不安定な人とかやっぱりその対応がすごい難しい個人っていうこともあれば、うん、言ってたようなそのねもう仲いいうちらでこれ保とうよみたいなさ、なんかあんまり出入りもめんどくさいしなんか変な人来たら嫌だからっていうそういうまあなんか構造的にだんだん新しい人が入りづらくて、で中の人の人たちもどんどんなんていうのかな、やっぱりエネルギーが流出するような、だからなんかそういうのがやっぱり大きなテーマなんじゃないかなと思ってるんだけど、まあじゃあねその7人まで減って、でそういう状況をなんとなくそうやって把握してて、じゃあどうやってそこから立て直してきたの？なるほど。僕たちはその僕たちが初めに入った頃って例えばシェアハウスもまだできた頃だったけど、まあ普通のっていうかドライなシェアハウスだったの、あっても別にみんな挨拶しないし、うん、でそこからなんかこうシェアハウスがこう自然に仲いい形になっていくのを見てたし、うん、なんかルールとか何もなかったんだけど、あそれがいいなって思ってたんだよね。だからその形を保持したかったんだけど、じゃあルールって書いてない、なんかなんて書いてあることがルールじゃないから、うんうん、書いてあることもルールじゃなくなっちゃうこともあるし、うんうんうん、みんな守ってる、まあルールが明文化されててもされてなくてもやっぱりそれを実際、ね、実践したり共有したり信じるっていうことが必要だからね、うん、でやっぱりなんかないとねルール作る人が出てきちゃったりとかいろいろするわけね、うん、でやっぱ理念みたいなの大事なんだなとか思って、うん、そういう理念も自然にできてきた、なんか自然にみんなと話してこういう風に考えたらいいよねみたいな、でやっぱそれはやっぱりできてきたものがあったんだけど、うーん、例えばどんな感じ？それはね、今でもあるけどその自由と多様性と信頼なんだよね、うん、で今の言葉で言えばね、まあその頃すぐに言ってなかったけど、うんうん、自由で多様性で信頼、まあ、いいよね、そうそう、うん、だからその多様さを受け入れましょう、うんうん、やっぱり自由でね、その平等とかじゃなくて自由でやろうよ、うんうん、でお互い信じ合うってことが大事だよね、うん、まあ、よくあるかもしれない、うんうんうん、っていうことだね。そっか、うん、でまあそのじゃあ
そういう理念があることが、うん、大切だみたいな感じの話は分かったんだけど、うん、でもまあ今のそのストーリーの流れとしては7人まで減り、うん、で戸谷夫婦が子供と一緒に戻り、はい、でどうやってそこから今のウェルマンの形まで行ったかってことね。いいね、だから今は下り坂の話でまだ終わってない。そうだね、のどうやって登ったの。登られたか、そこが知りたいの。いいね。戻ってきて初めに僕たちがやったことは、うん、まずその頃僕はだから理念とかね、そういうのはなんかやっぱりなんか大事だよって言って抜けたんだけど、当然帰ってきた時にはそんなのは何も見られる状態じゃなかった。だからやっぱり理念が大事なんだと思って、来た人にはこういうことをうちで大事にしてるんだよね、それはやっぱ賛同した人だけ入ってきてほしいんだよねって初めに言ってた。うん、でその理念の中で、まあ、そのなんていうのかな、問題をみんなのルールっていうか、なんて言ったかな、その時はね、みんなのルールっていうのもこうウィキペディア方式でどんどんなんかもう変えていいんだよみたいな、うん、で変えるけど元に戻されるかもしれないけど、うん、そしたらなんかそれってコロコロ変わってるから、なんかちゃんと知ってる人いないよねとかぐらいでやろうよって言ってたね、うん、で帰ってきて初めにやったのはやっぱご飯を新しく入ってくる人にこうどうぞっていうのをすごいやってた、うん、でどうぞって言って受け取って食べてくれるじゃん、うん、でまたどうぞって言って受け取って食べてくれるじゃん、うん、でこれはなんかね今でもそうなんだよね。なんかご飯を結構多めに作ってまあ家族と僕とかがなんか一緒にね、トヤファミリーがいろいろ提供してくれて、僕を招待してくれて、で新しく住人になる人がなんか随時来たり、ね、ゲストが来たり、うん、なんか住人の人を来ると一緒にご飯食べないよっていう感じでどんどんウェルカムして、なんかいつの間にか大晩餐になってるみたいなっていうのをなんか僕も今日も昨日も体験してるけど、まあそういうことをやってた、ね、そう、でそれをやるとね、その人また今度新しい人が来た時に、うん、あそういうもんだと思ってやってくれるんだよね、うんうん、でそうするとさ、いろんな人をどうぞどうぞさ、なんかすげえなんか送られてるなみたいな、うん、俺も送りたくなるなみたいな、うん、ですごい送り合いでやるっていう幸せができてくる、うん、でやっぱ自由っていう理念があったから、いやもうだからそのやっぱり送り合いって、その送ることって目に見えないじゃん、測れないじゃん、うん、だからもうそういうの測ったり平等とかやめようよって、うん、送れる自由を大事にしようよ、うん、物事をよくできる自由を大事にしようっていうのがあったから、で自然になんかその持ち寄りとかっていう文化ができてきて、うん、そういうなんか調味料のシェアリングが始まったりで、なんかいろんなそのフリーって呼んでたんだけど、まあ、シェアハウスの文化で、うん、だけどじゃあお金もフリーでいいよねみたいな、うん、でその調味料用のお金ボトルができて、うん、そこのお金入れてもいいし、そのお金取って使ってもいいしとか、いろいろそういうのができてきた自然に、うん、できるまでは、あでもね半年1年かからなかった、いや何も満室になっちゃったし、なんかそういうまた昔みたいな文化が戻った。トヤさんを雇うとあなたのシェアハウスの満室になります。そうなの、しかもねその時お金100万使ってなかったから、古い家具をボロボロの家具買ってきてリメイクして、うん、で家具だけ変えたの、あとね全部白熱でした。でもトヤさんはその時は住人として来てるのか、あ、OK、違う、今のところまだ住人の話でしかないから。そうだね、その話しなかったの。戻ってきてほしいって言った時に、多世代シェアハウスにしなきゃいけなかったの。で、僕はやっぱり戻ってきてほしい、大家さんがそう、トヤファミリーに戻ってきてほしいって言って、で、それでそこから、じゃあ多世代シェアハウスになるっていう話になった。なる話になった、うん、そう。で、多世代シェアハウスとしてこうやった。で、そしたら、やっぱり一10人でちょっと無理があるじゃん、うん、あったわけよ。だから、じゃあちょっとボランティア管理人っていう形で、お金はいらないですよっていう、うん、でけどちょっとその運営は一任してもらうって形にしようと言って、うん、でそれで戻ってきた感じ、うん、だからでその時ちょうどそのいやもう汚いからその改装だとか言ってて、うん、でも改装してもダメだろうって言って困ってた時に我々にオファーが来たから、改装費が500万円あったの、うん、予算としてね、うん、でそれをまあ100万ぐらいちょっと使ったってことだね、うん、そっか、それは何、そのもう完全ボランティアなのか、なんか部屋代を例えば免除してもらうとか、どんな、その時はもう完全ボランティアで、ああそうなんだ、うん、まあとにかく土屋さんたちの情熱で、うん、ここをまた素敵な場所にしたいから、うん、住人として普通の住人として契約してるけど、役割としては
管理人に、そうだね、あのみんなに、そうだね、私たちが管理人だって言ってくれっていう感じにして、そうだね、そうだね、それでなんかいろいろやろうかなと思ったのね、うんうん、そしたらうまくまたまた昔の形に戻したかったから、うんうん、僕は昔のシェアハウス好きだったから、うん、そういうつもりでやってた。そうか、じゃあまあなんかその一つ実際やったことは、そうやってご飯をまあ提供したり、あとはまあある程度ちょっとなんかリニューアル的に場のエネルギーを整えるためになんかいろいろ改装したっていう、ひたすら掃除してた帰ってきたらひたすら掃除そうか、他にはなんかやったこととかある？あ、買ったかな、だから掃除してなんかあったかな。でもなんか基本的にはそれで、であとはそれでなんか羊不動産が来てくれて、うん、まあ、ちょっとある程度こうちょっとそういうなんていうの、中の内装ちょっとチェンジしたあたりで来てくれて、写真撮って、で羊にあげたら羊不動産からいっぱい問い合わせが来て、うん、で満室になっちゃった。ああそうなんだ。そう、じゃあ結構やっぱりそのね、なんかまあ来た人たちにウェルカムっていう感じを感じる、なんか感じさせるような、やっぱりご飯、温かい食卓の場にお誘いするのとか、うん、まあ本当にパッションでそういう場をきれいにして、ね、とにかく気持ちいい空間にしようよみたいな、うん、そういうことによって、ね、なんかここがまたいい流れになったっていう感じの、ね、なんかね、なんであんなことできたんだろうっていうぐらい、もうむっちゃなんかこうエネルギーが出て、うん、なんかこうほら、女の人ってなんか自分もやっぱり奥さんが子供生まれるとこうちょっとお父さんついていけない、なんでこんなお母さんエネルギー出てんだよみたいな、でなんかそのぐらいもものすごいエネルギー出て、あ、男の人にとってのこうコミュニティってすごくエネルギーが出る場所なんだみたいな、こうこのコミュニティなんとかしなきゃいけないみたいなと、むっちゃ出るんだって、なんか大切なものを守りたいとか、うん、でもちょっとその頃ってやっぱりまあやっぱりそういうなんかそこでサバイブしなきゃいけないところもあるから、うん、まあ、奥さんも何も言わなかったけど、やっぱり子供とかあんまり面倒見れなかったんだよ、うん、その長女とか、うん、それはやっぱりすごい痛みとして残ってる、うん、忙しかったよね、うん、掃除して、うん、ハウスメイトに、やね、うちやっぱり理念で自由とかなんて、なんか問題があったら必ずなんかその理念の、やっぱりだからこれ自由が成り立ってないからだよとか、うん、愛なんだよとか、その頃なんかね、そうなんとやなんだっけなんていうんだよ、とにかく最後愛の話になるっていう、そういう感じだったよ。うーん、そう、そっか、うん、そう、でなんか今日か昨日話してた時に、うん、まあそうやっていい流れになったけど、でも結局なんかまたなんかつまずくようなことがあったみたいな話、そうだね、それをちょっと聞かせてもらいます。でそういう風になって予算が余ってるわけじゃん、うん、だけど、まあ、オーナーにも、まあ、予算はあったから満室にはなったけど、まあ、そのこれから改装するよみたいな話はしてたから、うん、まあ、それを使わせてほしいってこと で、うん、でそれでキッチンを改装したの でそれは本当になんかポストイットとか使って、まあ、初めの頃だったから、まあ、ワークショップとかもしたりとかして、でこうなんか夜中2時ぐらいまで、いやこの机はあの広い机、うん、10センチあと大きい方がいいと思うんで、うん、俺はねとか言う、うん、でなんか2時ぐらいになって、うん、さん、そうそう時間ですよとか来てみたいにやって、うん、で、作って、でもで超綺麗になって、うん、もうこれでもう無敵じゃんみたいに思ってたんだけど、うん、いや本当に素敵なキッチンだもうすげえと思ってたんだけど、でもね、なんかね、あと一歩みたいのが出てきたんだよ、そこで、うん、それはやっぱりなんか窮屈だって、うん、で理念が強くなりすぎちゃって、うん、いやもう、うちは多様性だからこうだろうみたいな、うん、なんか、まあ、悪口とかやっぱりダメだ禁止だよとか、うん、ちょっと窮屈、うん、でうち自由って言ってるんだから理念もなくていいんじゃない、うん、でそのなんかウィキペディア方式でっていうなんかルールみたいなのがあったんだけど、こんな長いのもいらないんじゃない、もう全部なくていいんじゃないみたいな人が出てきて、その人の持ってる痛みもすごい理解できない、うん、なんかでも何にもないのもダメなのも分かってて、うん、ちょっとすっごいなんかこう悲しくなってきて、そうだね、でなんかそれね、なんかちょっとだけ僕のなんかそれでやっぱり響くものがよくなんか出てくるなと思うのは、やっぱりなんか例えばミーティングをするかしないかっていうのも
結構コミュニティの中で話題になって、とにかく自由になんかそれぞれがいい感じでやればいい感じになるじゃんっていう評を結構強く押す人が、あの僕はいろんなコミュニティでそういう人と出会って、だからなんかミーティングはしたくないみたいなさ、つまらないし進まないしみたいなさ、でやっぱりそういう人が出てきちゃうとすごいなんていうの、困る状況があって、なぜかっていうとその人の意見を含めたいんだけど、その人なしでミーティングをしちゃうとその人は含まれない、でその人は結構影響力が今もある、でも含めるとその人はとにかくミーティングをしたくないからミーティングが進まない、でじゃあその人に合わせてじゃあとにかくミーティングやめようっていうと今度他の人の声が拾われない状況が起きたりして、でやっぱりなんかまああのなんていうのかな、想像力不足で二択になっちゃうみたいな、はい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 、ミーティングするかしないかみたいなさ、うんうんうん、だからなんかそういうね、そのルールがあるかないかとかで、そうだね、同じような、どうしたらいいんだよ、やっぱりなんかその二択しかないっていう感じになっちゃった時に、でどっちかを選ぶと必ず誰かがやっぱりその含まれなくなってしまう現象っていうのはなんかよくあるなと思った。そうだね、そうなのよ。でやっぱりいろんな人、本当にこう日本でこう広がっていくようなモデルを作りたいってその時ちょっと思ってたから、うん、やっぱりこの普通の人が入ってきて、まあ、万人向けじゃないけど普通の人に向けてやりたいと思ってた、うん、だからやっぱりその含めたいわけよね、うん、それはすごいあった、うんうん、でどうなったのそれで結局、うん、そうだね、それでまあそうで、ミーティングの話するとね、うちはミーティングなしっていうか、ミーティングが一応その時は時々してた、誰でも呼びかけられるから、でやっぱミーティングある程度必要な時期だったから、でも月1回1時間ぐらいしかできない、うん、そこでは何もなんか進まないよ、うん、一周してなんかみんなどう思うで終わっちゃうもんね、うん、だけどいずれにしろそのミーティングしなかったのはやっぱりそのリテラシーがある人ない人がいて、うん、やっぱりその場に出てない声がすごい大事で、うん、ミーティングしてもよく話せないから、うちの奥さんからしてミーティング超苦手っていうか、うん、3人以上いるとなんかよく何して話してるか分からない人だったから、うんうんうん、ミーティングなしでなんかうまくやる場はできてたの、うん、でいい形もできてた。だけど、うん、それは何なの、ミーティングなしでうまく、うん、いやそれはねやっぱりその信頼、さっきの理念で言うと信頼っていう、うん、要するに距離の遠い人たち同士がきちんと話ができることが大事、うん、あの距離が遠い時にあの例えば話せなくなっちゃったとかなった時に、うん、その頃はやっぱり話せないっていうのはダメだ、だからちょっとそしたらやっぱりちょっとじゃあその2人とあと間に入ってくれる人とかを入れて話しましょうとかっていう人がいて、うん、で話の場を持つとかやってた、うん、でそういうふうそれが大事だと思ってた、うんうん、じゃあなんかその全体の、うん、人間関係のいろんな動きをなんか何らかここのコミュニティでなんかあここはあまりうまくいってないなっていうのをキャッチして、誰かがそこに自主的になんか、ね、じゃあそこがつながることは大事だよねっていう感じで動いてって、でそういうようななんか信頼関係とかサポート体制があったから、別にミーティングで全部いろいろ話すなくてもなんか信頼が生まれてたし、まあそれぞれが含まれてる状況があったっていうこと、ちょっと窮屈さはあったけど、うん、そうで決めないっていうだけ、それ決めないとまで言ってなかった、とにかくウィキペディア方式で誰でも勝手に直せるけど勝手に戻せるっていうのでやってたから、うん、ミーティングじゃなくってそういう風にやる、で編集がぶつかった時にはさっき言ってたようによく話すって、その人編集がぶつかってる人同士でよく話すっていうのでやってたから、うん、ミーティングもやってたけど、まあ、そこでは進んでなかったし、うん、もうやらなくてもいいよねって感じで、うん、じゃあ一応そういう仕組みがあったんだね。そうだね、あった仕組みはあったよ、うん、でその仕組みはその住人の中で共有されていた、そうだね、まあ、こういうものですが、ウィキペディア方式でやってて何かがうまくいかなくなったら話し合いをして、でもし何か遠くなってる人たちがいたら誰かがフォローするみたいな、そういうカルチャーが出来上がってたんだ。そうだね、もうっていうかもうその時はもうその形が出来上がってて、うんうん、でウェルはこの形でやってますから、うん、ただその形をエディットすることもあなたできますよ、うんうんうん、ただそのエディットしたくない人いたらよく話してねって言ってた、うん、そっか、でもなんかちょっと窮屈だったんだよね。なんで窮屈なの。なんかその
立ちがあって、それをちゃんとよく読んで、そこに従わなきゃいけない感じがあるじゃん。うんうんうん、それでなんかいっぱいなんか長く書いてあって、うん、僕は長く書いてあることで、まあ、あんまりみんな読まないことがいいだろうと思ってたけど、やっぱりそれはちゃんと書いてあったら、ちゃんと従いたいと思う人も出てるから、うんうん、でなんかこれ全部読んで、ちゃんとそれに従わなきゃいけないのはすごい窮屈だし、うんうん、全部なくていいんじゃないのっていう人もいた、うんうん、そうか。で、そこからどうなった？ああ、で、それでやっぱりこういう似たようなコミュニティないかなって探してたんで、うんうん、そのミーティングじゃないけど、いい形で、その低レベルの民主主義じゃないけど、もっと自然な形で、うんうん、そういうの他にないかなって探して、声掛けしてたら、そのアズワンコミュニティっていうのあるよっていうのが、うん、トランジションタウンの仲間の人からちょっとそう言われて、ね、トランジションタウンで流行ってたよね。まあ今でも流行ってたんですけど、とにかくアズワンの話がすごいよくなるよね。そうだね、でもその頃そんな出てなかった。あ、そうか、うん、アズワンもちょっとなんか全然知られてない存在で、全く、うん、ちょうどコミュニティが開き始めてきた頃で、うん、でなんかちょっとその問題があるっていう人たちで言ったんだよね。そうだね、ちょっと話が少しずれるけど、うん、ちょっともうちょっとなんか僕もなんかぼんやりしてたから、うん、もうちょっと仕組みがあった、ごめん、うん、それはやっぱりそのそういう好きな人が好きなことをやるっていう場を成り立たせたかったんで、うん、俺はその好きな、そのみんな好きなことやっていいけど、うん、残りはあの俺がやるよって言ってた、うん、俺はこの場が好きだ。さんがこの場を、まあ、愛してるがゆえに、うん、みんなが好きにできるようにそのフォローを徹底的に、なんかこぼれ玉を拾って、みんなの、まあ、その自由を担保するみたいな。担保する、うん、なんかシェアハウスとして成り立ってなきゃいけないことがあるじゃんって思ってて、うんうん、例えば入居者が来たらちゃんと綺麗になってるとかさ、うんうん、いろいろあるじゃん。そう、シェアハウスとしてのサービス、うんうん、そのサービスもサービスやりたい人が取ってって、残ってる部分は俺がサービスするよって言ってた、うん、だけどそれはやっぱり持続可能じゃなくて、うん、子供とかね、うん、忙しくて見れないとか痛みがあって、僕も、うん、だけどそこの場にをやりたいって人が出てくると思ってて、うん、でそういう人が増えたらその運営チームっていうのを作って、うん、で運営チームで回せばいいよねって言ってたの、うん、で運営チームっていうのはなんかちょっとずつできてきたの、うん、それがきつかったんだ。そう、うん、それがねものすごいきつくって、なんできつ、運営チームが自由じゃなかった、そのサービスがあって、うん、そう、サービスがなきゃいけない、これ、ね、これそうだから、まさにこれが僕が道場で体験していることで、うん、なんとにかくね、来る人たちがすごい素敵な体験をしてほしいし、うんうんうん、やっぱり、まあ、うちらのビジョンと情熱があるから、はいはいはい、なんかまあ招待するときはキラキラで招待して、もう素敵な場所に来てくださいみたいな、であなたに素敵な体験をしてほしいから、うん、まあなんていうか無理してるつもりはないんだけど、まあ結構頑張っていい体験をしてほしいし、やっぱりそこに意味があると思っているからやるんだけど、で多分だんだんそこに響いて、うん、いろんな人たちが共にその場を作ってくれるだろうって思って、でまあなんか来るんだけど、だんだん なんかやっぱりそのやりたくない時もやらないといけないっていう感じになったりして、でそこをじゃあ手放せばって言われることはあるけど、でも手放したらここ成り立たないよねみたいな、で人が減っていくよねみたいな、でそれを俺は全然求めてない、なんかだからっていう、なんかもう、そうなんだよ、もう罠にはまっちゃって、努力すればするほど重荷が増える。増える。でも手放せば、なんか多分、いや結構俺がやり始めた理由が、そもそも誰もそれをやって、ゴミ出しをやってないから俺がやり始めたみたいなさ、別になんか俺が勝手に全部なんか溜め込んでるわけじゃなくて、実際問題があったことを解決して、それがやっぱり他の人が入らないからやり続けていて、これ永遠とやるのか俺みたいな。そう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 。で横でさ泣いてる赤ちゃんとさ、そうそうそう、奥さんがいてさ、あなた1年ぐらいでこういい感じになるって言ってたよね、ま、ちょっとさ、あのなんかあなたは楽しそうだけどさ、全然これじゃあさ、あなた子供どうするの、うんうん、これが本当に家族のためになってるのって言われてさ、うんうん、本当そうだよねと思ってるわけよ、うんうん、で公園全然遊びに行かせてないでしょ、うんうん、あなた、うんうん、そう、ね、言われてさ、だからもうでそれでこうだけど、やっぱやってやってるって痛みがある。でもね、やっぱこれすごくいいことやってて、うん、みんなすごい幸せそうに暮らしてる人もいて、うん、で運営チームっていうのやるとさ、やっぱサービスも何サービスするかとかもみんなで決めて、うん、でそれでみんな好きなもの取ってもらって、うん、あとみんなでやろうってなるじゃん、うん、とか話し合いがまたしんどくてさ、うん、で結局なんか俺の仕事減ってないじゃんみたいな、うんうん、
なんかまあ、みんなでやりたくないなんかこのリストをじゃあ誰がやりたくないことをやるみたいな感じで、そう、で、その運営チームの人で、うん、いやもうこんなの全部なくていいじゃんっていう人が出てきた、うん、そうそう、そうか、でそうだよねとか思ってる、うんうん、でそこからまあなんかもうなんていうのかな、いろいろやっぱりうまく回るためにいろいろ作ってみて、うん、その理念とか、うん、そのウィキペディア方式の仕組みとか、ね、でもなんかそれでもうまくいかない、うん、で全部手放せばいいじゃんっていう話もまあ響く、うん、でもまあ何もないウェル、2年半住んでから離れたウェルが崩れていって結局それもうまくいかなかったからっていう感じのなんかその二極になんか板挟みさ、そうそう、いやもうやってるからこっちはみたいな、そうそうそういう感覚があるわけ、うん、そうで、そのアズワンと出会って、うん、なんかちょっとあそこはそういう理念っていうのもなんかどうもないっぽいような感じがするとか、うんうん、でちょっとこれ行ってみないといけないかなっていう感じになってって言ったわけだから、なんかそのなんかちょっと違うって思ってる人がいたから3人か4人ぐらい行ったんだよ、うん、そう行ったので、行ってもうなんかむっちゃもうずっと泣いてて、うん、なんかちょっと答えが見つかったような気がして、うん、なんかわかんないけどもうとにかくすぐ泣いてた、うんうん、なんか向こうの人にちょっとよく来たねって言われたらもううわーみたいな、うん、で帰ってきて、うん、だけどこう忙しいわけじゃん、帰ってきたらやっぱ忙しいんだよ、うん、だからまたやっぱ掃除して、うん、人と話して、でだけど夜になると、まあ、こっちもエネルギー出てるのね、すごい、うん、さっきので、アズワに1週間は絶対行けない、うん、こんな忙しいのに、うん、その1週間に行く理由はそのセミナーっていうのが大体1週間だから、まあ1週間取ってセミナーに行く余裕がないってことで、ね、そうだね、ありがとう、そうなの、うん、そうだけど、やっぱりそこでやっぱりコースに受けるといいよとか、これ出るとすごくそういうコミュニティがどういうふうに出来上がってるのかっていうのが分かるよっていうふうに言われて帰ってきた。で、アズワンってちょっと話ずれるけど、戻るけど、よかったのは、僕はアズワンに行った時に、なんかみんながサイエンズのそのコース、その1週間のコースとか受けてるから、この場がうまく成り立ってるんじゃなくて、なんかすごくこう、そのサイエンスかどうかわかんないんだけど、その人の本質っていうのはこうだねって言ったら、なんか見えてるものがあって、その見えてるものの流れにこうみんなが乗っててうまくいってる感じがしてたの、なんかだからそれだったらうちでもできるなと思った、うんうん、だってみんなサイエンスのコースなんて行けないし、行きたくないし、みんな行かせたくもないし、そのただの宗教で、僕クリスチャンだからそんなの教会でやってるから、そんなのいいんだよ、それだったら教会行けばいいんだもん同じ人の考えが集まってっていうんだったで、だけど僕、例えば僕がサイエンスのコースに行ってすごく深まったら、ここが良くなるんだったらこれはできるじゃんと思って、うん、で、本があるから、じゃあ本を読めるじゃんと思って、でもこう、もう一回読んで、こう、もう聖書みたいに一回読んで、もう一回読んで、分かんないからもう一回読んで、でやっぱりわからないから、あ、だけどそ のアズワンってその山岸っていうところがベースになってるから、言葉遣いとかの用語が山岸の用語なんだよね、日本語なんだけどちょっと意味が違う、調べるとか、そう、調べるとか、そう、調べてみるとかね、分かりづだから、だからこれは山岸、やっぱり聖書でいうと、こう新約聖書があって旧約聖書があるように、やっぱ山岸の本をちょっとちゃんと読まないと、うん、旧約聖書、そう、旧約聖書、ね、アズワンのサイエンスが新約聖書みたいなね、そうで、そっちの本も買って、もうそっちもこう読んで、だけどやっぱりわからないわけよやっぱり見えてこなくて、これはやっぱりコース行かなきゃダメだねって、でやっぱコース行かしてほしいって話にして、で家族も説得して、で住人もちょっとその間とかも含めて、ちょっと仕事とかよろしくって言って、俺行ってくるからって言って、もうブザーって10人ぐらいいて、行ってらっしゃい、俺行ってくる、必ず答え見つけに来るからって言って行ったの、一週間、うんうんうん、そっか、そう、それで何か変わったの、して行ってみたら、もうずっと読んでたのに、あ、全然何か分かってだからそう、あ、ここがとか、なんか哲学的なことも書いてあって、うん、そこはとりあえずは哲学は哲学、なんか白いのは実際じゃないとか書いてあって、うんうん、まあそうかもしれないけど、うんうん、そこはそこはって思って、そこが大事だったんだとか、うん、
なんでそれをちゃんとその概念と、うん、まあまあちょっと話すとそっちの話はそんな発音の話になっちゃうかもしれないけど、ね、でもいずれにしろそのなんかコースに行って、でもう一回コースに行った、その後とゴールデンウィークがあったから、うん、だからそれはね、ハウスに戻ってきたのが8年前、うん、でそういうふうになんかうまくいかないなって感じがあったのが2年後、うん、1年後その7年前はもうすげえいいじゃん、もう1年経ったらなんか違うみたいになってて、で1回行ってて2ヶ月か後か3ヶ月後にもう1回行って、うん、でその以降ほとんど、まあ、まずねしばらく間が空いてるの、2回コースに行って、その時に得たことで結構なんかもうハウスが変わってっちゃったんだよね、うん、なんか僕はなんかハウス、次の次世代のハウスはこんな風になるといいかなと思って、その時は本ちょっと文章に書いたりとか始めてたんだけど、うん、その文章を住人向けのメッセージで書いた、うん、まあ、みんなが読むかどうかわかんないけど、でも書き始めてって、そのみんなに話してたんだよね、うん、こういう風にこうだと思うんだよね、自然にそっちに移行しちゃって、うん、だからそのコース受けてまたね 2,3 ヶ月後にはもうそうなってた、でそうなってたっていうのはまずサービスって言ってたのを全部ゼロにして、サービスはいらない、うちはサービスゼロですって住人に言うようにして入ってもらうようにして、うん、で運営チームは全部解散で、さっきの理念とかっていうのはまず全部消しちゃって、ルールも全部消して、うん、でなんかその1ページのなんかちょっとこういうことしたらいいよねっていうのは作ったけど、それも別にルールじゃなくて、別にそれ何こういうことをしてほしいよね、例えばしたらいいよねっていう、何か書いてあったかな、だから今の話だとアズマンから帰ってきて、なんか、まあ、何かひらめきがあり、うん、そう全部、まあ、ほぼ全部白紙に、そうルールはもう構造、そう、まあね、書いてあるものとかみんなに言ってたことを一回白紙にして、でもその一枚のこういうことがあるといいよねっていうのを作ったんだよね。あ、それは本当になんかちょっと整理したもので、その今まで書いてあったことの大事なことをちょっと整理して書いたことで、うん、何が書いてあったかな、でも例えば、あ、そうだ思い出した、例えば、そのパントリーとか、うん、ああいうその冷蔵庫とかっていうのは出された人も出した人もなんかちょっとこうなんていうのかな、ちょっと文句言えないような感じでやっていくのはいいんじゃないかなとか、うん、でも別に文句言ってもいいんだけど、うん、まあ、なんとなくそんな風に出された人、あ、つまり例えばごめんね、その例えば電子レンジとかに、うん、あ、まあ、洗濯機とかに洗濯物が入ってたとするじゃん、うん、そしたら洗濯物を洗濯したい人がいるのに洗濯機が埋まってた時に、うん、まあ、うちは勝手にそれ出す文化があるんだけど、うん、まあ、その文化のことをちょっと書いたりとかしてるのをまとめたのが1ページあったってこと、うん、だ洗濯機のものを出してで入れた時に出された人、その洗濯機の出された人も、うん、その出した人、うん、いや早く掃除して、なんていうの、洗濯機のものをね、洗濯したら早く覗いてよじゃなくて、覗いてもその覗くことでなんか文句は言わないし、なんていうの、そのっていう、なんかそういう風にやってるのよ、うん、っていうなんかやってるっていうのをちょっと書いただけ、うん、まあここのこの文化としては、そう、文化としてはこんな風になってるけど、ものに何か入って次の人が使いたかったら物を出しちゃう、出しちゃう文化だよみたいな、そうそんな感じの、みんなのその前提を、そう、前提をなんかそういう感じでやってるよみたいなちょっと書いたのを1ページで、それだけ見ればいいよみたいなのをちょっと作って、でそれだけにしようよって、まず全部消しちゃった、消しちゃったというか残ってたけど、これじゃなくていいよねって、でそれも初めはそういうふうに言ったつもりはなかったんだけど、なんかだんだんもうそれでいいよねって感じになっちゃった、みんなが別になくてもいいよねっていうのが、うん、自然にそんな形になっちゃった、うん、その俺がやっぱりなんかその自然にそうなったが 俺は知りたいの、なんで自然にそうなったのか、いいね、だから今聞いた話だと、戸谷さんがひらめいて帰ってきていろいろ話して、で急になんかいい感じになったみたいなさ、そうだねそうだね、でもそんじゃそれじゃなんか参考にならないっていうか、なんか全然意味わかんない、そうだよね、ありがとう、でも多分なんかだから、あ、もうなんか運営チームとか多分いらないんじゃないって言い出したわけよ、うん、別に解散したわけじゃないんだけど、いらないんじゃない、サービスもなくてもいいんじゃないってなったら、なんかそういうこう活動がちょっとあんまり活発じゃなくなってるじゃん、うん、でなんか来た人にもなんかまあちょっと掃除できてないところもあったりするよとか、うん、ちょっと緩くサービスって言ったとこ緩く説明するようにして、う
で、ある時にはもうなんかサービスなしって言って、でもサービスは実はしてるぐらいの方がいいよねとか、うんうん、で、じゃあちょっと話す来る人には、うんうん、うちはサービスないんですよっていうようにしたとかして、でそしたら、なんかまあなんかなくてもいいよねとか、みんなね、なんかあでもなんかこれ成り立っその今まで成り立たなきゃいけないっていうのがあったけど、うんうん、でもなんか成り立たなきゃいけないと思ってたけど、みんな、うんうん、あなくてもよかったんじゃねって、うんうん、成り立たせたい人が集まったものだけ成り立ってても、うん、結構成り立ってほしいものは成り立ってるし、うんうん、いいかそこ緩めてもいいよねっていうふうに、みんなが自然に、なんとなく僕の感覚だけど自然に、うん、あの安心してた。で、ある時に、まあ、なんかそういうふうになってたから、あのそうだね、なんかその本書いたって、なんて言ったのか、でもなんかこれでいいんじゃないっていうのをちょっとでも提案したんだね、多分ね、いいんじゃないって提案して、で、よくない人はちょっとよく話そうよっていうふうにやってるから、うちはって言ったんだけど、誰も何も言ってこなかった、うんうん、そんな感じだったか。そうか、うん、じゃあなんか僕の受け取り方としては、うん、こうしないといけないっていうのが、うん、なくなっていった、うん、だからそのこうし、まあよくあるパターンはこうした方がいいよねがだんだんこうしないといけないよねになって、うん、でいけないよねってなると、うん、誰がそれを思ってるのか分かんない、得体の知らないどっかからプレッシャーがかかって、うん、こうしないといけないみたいな、うん、ねばならぬが出て、でねばならぬがあると、うん、やる気が出にくい。そうなんだよ、自分からやりたいんじゃなくて、なやらないとどっかから圧力がかかってるから、で、運営チームはそれを担う人たちみたいな、うん、ねばならぬの世界をなんかみんなで決めて担う人たちみたいな、で、そのアズワンに行って帰ってきて、うん、じゃあそのねばならぬは別にいらないよねみたいな、みんなを不幸に してるし、うん、なんか別にそれなくても成り立つんじゃないかなみたいな感じから、なんかだんだんみんなもまあ苦しんでたから緩んでいき、それでまあ実質心地よく暮らしたいから、必要な部分はあのね、基準は下がっても必要な部分は誰かがやっていくっていう感じになって、よりなんかその自主性を取り持つっていうか、そうそうそうっていう感じなのかな。そうで、そのルールとか理念なくてもいいじゃんっていう人に、うん、あごめんなくてもよかったわって、もう理念なしにしようと思うとか言ってんだけど、だから理念じゃないけど、なんかこういうところをちょっとなんかなんていうのかな、なんかそういう感じが見え、なんかその方角的にそっち側にみんなが行ってったらいいんじゃないかなとか、だけどそうじゃないかもしれないとか、うん、なんだろう、僕の今の言い方で言うと、なんかみんなで決めたじゃんとか、誰かが決めたとか、理念があってそれで集まった人でやるじゃなくて、でそれに賛同できなかったらもううちを出る時だよねじゃなくて、なんか本来的に、まあ、その人の、だから人っていう種別にとっての、 その自然な在り方っていうのがあるはずで、その在り方を目指してやってこうよ、うん、だけどそれは俺らほとんど知らないから、うん、してた宗教になっちゃうから、だからそれを共に探っていきませんか、うんうん、でその前提で僕はこういうふうに思ってるけど、うん、で他の人がそうだよって言ってるても、その人が思ってることは僕とは全然違うよね、きっと、うん、ってなってたら、そう、例えばこういうのがいいって言ってても違うと思ったら違うって思っていい自由があるし、自由に探求できるし、自由に意見も表明できるんだよね、うん、そういう感じになってました。じゃあまあそういう感じで、うん、なんとなくまたいい感じに、そうだね、流れてったって感じだね。そっか、うん、そこからはもうそれの形はもうずっと安定しちゃってるから、そこのベースはもう5年前からほとんど変わってない。そっか、うん、じゃあそれは何、ウェールにその帰ってきてからどのくらいの時間でそれが起きてるの、うん、だから2年半だよね。2年半、帰ってきて2年半ぐらいかな。そっか、そうそう、もう半年ぐらいできた。そう、まあなんか僕が聞いてる印象だと、うん、やっぱりなんかその関係性を大事にしていて、はいはいはい、で戸江さんが特にそこにすごい力を入れて、うん、やっぱりなんか意見が食い違いがあったり、なんか問題がある時にしっかりそこは話すっていうか、うん、なんか相手の話をしっかり聞きながら、じゃあどうすればなんかまたその素敵なコミュニティに
全員でなんか取り組めるかっていうことになんか尽くしてる感じがするのね。OK、うん、なんか今、まあ僕の あまりあの現場に実際いるわけではないかもわかんないけど、うん、話の流れ的にはそうな感じがあの僕の印象なんだけど、僕は結構ね、めんどくさいと思う。それがめんどくさいなそうそう、なんかいやもういっぱいやってるんだけど、だんだんなんかもうめんどく、またかみたいなさ、また話し合いみたいな、なんかまた意見が違うとかさ、なんか結構疲れるんだよね、その話し合いに。あすっごいいっぱいやってきてるから、でもう毎回同じような問題が起きるから、まあなんかだからまあそれが僕の個人の課題なのか、なんか根源的にまだなんか解決してない何かがあるのか、でもそのいちいちもうフォローしたくないっていう、まあ多分僕の中で余裕がなくなってるっていうことはあると思うんだけど、なんでその戸谷さんは結構そこができるのかなっていうのが、まあでもね、うん、でも僕だけがやってるわけじゃないから、うん、なんか僕もできないことはある、うん、だから言ってるのはそのだ悪うなんていうのかな、やっぱりなんかこう誰かが誰かのことはなんかこうわいわゆる悪口みたいなことが成立するとむっちゃ人が傷つくっていうのは、うん、こうコミュニティやっててすごくこうリアリティがあるけど、それはすごいなんかそうだね、それはなんか知恵というか知恵っていうかなんかそれは嫌だなっていうか、やっぱそういうことも起きるからね、うん、だから長くいる人ほどそれはなんかこう起こしたくないっていう気持ちがすごく湧くわけよ、うん、だからそうだね、なんか話をするってのもあるけど、そうじゃないって解決、そうじゃなくなんかこう解決されていくことがいっぱいあるの。例えばね、うん、うちならそういうふうにそのウィキペディア方式、うん、じゃあ冷蔵庫の中にはこ うちの場合だったらこうフリーって書いてあって、うん、みんながそこにこうギフトして、でみんながそこから取っていくっていうか、うん、まあでも取ってったらなんか 戻したりとか、まあ何でもなんかそういうのがあるわけよ、うん、でだんだん汚くなっていくじゃん、うん、だから誰か片付けたい人が出てきて片付けてくれるの、うん、ところが片付けをする、で下の方にもなんか名前が書いてあって、そのなんかちょっと名前書いてあって、まあみんな詰めてあるところなんだけど、そこもやっぱり誰か片付けてくる人がいる、うん、だけど汚かったりするとやっぱりもう使ってないよねとか、まあ、この缶詰古いしって捨てちゃうじゃん、うん、だけどまだ俺使いたかったっていう、絶対事故起きるんだよ、うんうん、である時だと事故起きて、うん、私なんか古いなんかボロボロのものが入ってて全部捨てちゃったんだけど、いやなんか私はやっぱり冷蔵庫ちゃんと掃除するときはちゃんと事前に一人一人確認取ってから捨ててほしいって誰か言ってて、うん、そんなことできないの、うん、分かってるわけで、うん、もう誰も片付けてくれなくなっちゃう、で周りにした人まずなんか 2,3 秒シーンとして、うん、その後何が始まったかっていうと、あ私のあげるよ、これあげる、これあげる、これ受け取ってとか言って、うん、みんなこうあげて、うん、その片付けた人と、その捨てられちゃった人がトラブルしたくないから、うん、だからすごいなんかそういうのが始まったよ。入る？入る？あれ出なんだろう、出ちゃった。まあいいか。うん、で、まあでもそろそろ多分、あいいかもね。呼ぶんだったら呼んで。あ呼んでもいいかもしれない。どうぞ。どうぞ。誰だろう。あ、なおさん、どうぞどうぞ。いいですか？いいよ、よかったら来て。あ、じゃあ、うん、そう、もうそろそろ寝るかって、こういうさん。あ、そうか。あ、じゃあ、ちょっと、よかったら来て。うん。そうだね。クッションも持ってくるでいい。うん。はい。そう、いいね。これ流れもね。で、なんだっけ、そう。で、そういう感じで、こう、自然に、なんかトラブルを解消しないみたいな動きがあるから。うん、だからなんか楽だよ、うんうん、でそれで間に入ってくれるっていう人がいたら、やっぱその人もすごいなんか応援されてるから、うん、他のことでなんかそれもギフトって感じてくれてるから、他の人も、うんうん、そこにやっぱりまたギフトしてくれるし、そうかな、うん、だからまあいろんな人がフォローしてなんかそういう文化が到着して定着してるね。はい、どうぞどうぞどうぞ。はい、なんかこんなにオープン見ていいのかな。いいよ、あの詰める詰めます。あとねクッションがあった方がいい。クッションあった方がいい。クッションもしあのザブトンザブトンっていうのは大丈夫楽しいね。これ楽しいだ、はい、まだあの回ってるからね。そうあの全然あ回ってる。このまま、このまま回して一回止めようか。いやいいよ別に。ライブではない。もうすぐし、うん、ライブではない。失礼し
します。あ、そう、頭当てる。なんかあやかさん部屋にいるって言ってたけど、あ、本当いいよ、どっちでも。あやちゃんにちょっとなんかあの話聞きたい、あの一緒に話したかったら来てほしいし、あ、じゃあちょっと言ってこよう、どっちでもいいからって言ってできる、うん、はい、うん、はい、でもよかったら、よかったらぜひ来てとか。そうそう、今ここからあのちょっとウェルの住人を含めた、うん、あのじゃあ、話し合いをっていうかね、初めから来てもらってもよかったんだけど、なんだ、だってさ、知ってる話だからさ、聞いても面白くないかなって思うわけよね。だからさ、なんかこう、ちょっと時間もったいないなと思って、みんなの救いです、はい、はい、どうやって、でもちょうどなんかいい感じの流れでいい感じでした、ね、そうだね、ちょっとこれを、じゃあ、もうちょっとこういう感じにしてこれ入んの、あと入らないけど、いいんだ、まあ、あとここ寝てさ、そこ寝て分かんねえ、結構つぶつぶだね、記念撮影みたいだった、うん、じゃああのさ、あのまああのこれは後で YouTube に上がって、これ全部ずっと誰か見てるかもしれないから、あやかさん来ます、あ、オッケー、あの簡単に自己紹介を始めちゃおうか、うん、あ、開けたままでいい、うん、開けたままで大丈夫なので、あの頭気をつけて、この辺に、うん、あまちゃん入んなかったらちょっとカメラちょっと一調整してくれる、 あやちゃん来てからでいいから、うん、わかりました、今大丈夫だから、じゃあ簡単に自己紹介、ウェル、ウェルと自分、そう、ウェルと自分の誰なんですか、あ、じゃあこんにちは、私はウェルに今年住んで7年目で、結構長い方にも押し上げられてなってしまいました、なおと申します。ヨガをやってたりして、今日も昆布茶のワークショップとか、マット降りた後のヨガとか、そういうことで衣食住に関するヨガをよくやってます。だからこのハウスも興味ある人も来てくれたりとか、あと地域の人と一緒にヨガを通して、そういう自分の思想とか、まあ押し付けがましくないけど、そういったものをこう、あ、そこ閉めてくれ、紹介していけたらなと思ってやってます。よろしくお願いします。ありがとう、よろしく。じゃあ準備です、いやいや、それでいいよ、楽しいです、それでいいよ、なんか、あ、あ、事故が、コンクリートの頭、俺も単行部できたな、これ何これ、めっちゃ楽しいよ、これ、このギュウギュウか、噛みついてる、はい、コウジです。ウェル歴はここに来てから3年ぐらいになりました。そうですね、その前に、ここに来る前にスペインで、巡礼の旅をちょっと1ヶ月ぐらい旅した後、まあ、ここに住まわせていただいております。まあ、普段は、まあ、仕事しながら、ここでの暮らしを楽しんで生活してます。はい、はい、よろしくお願いします。こんなに話すでしたっけ、あのウェルと自分っていうので、ウェルと自分、そうそうそう、あの一応ウェルの話をしてるんだけど、いきなり人が来て誰なんだみたいな、あと入居して何年か、あ、何年か、分かりました、はい、天野雄一郎です。入居して2年半ぐらいになります。で、僕はウェルに住む前は、僕の実家がゲストハウス、ペンションみたいなのを50年ぐらい祖父母がやってて、で、まあ、昔からそういういろんな人に囲まれた中で育つっていう経験がなかったので、まあなんかいろんなご縁でウェルに来ることになり、でそっからそうですね、ウェルの中で、なんだ、いろんなことを学びながら暮らしています。で普段は、普段は都内の、まあ、IT 系の企業に所属しながら、その中で地球環境のことをいろいろ考える、事業の中で考えるみたいなことをやっています。はい、しゃべりだすとなんか緊張してくれる、いやいや、大丈夫ですよ、ぬくもってきたらちゃんとしゃべる、じゃあなんかぬくもってる感じ、そうそう、はい、うん、こっちでいいよ。伊藤彩香です。ウェルはアマちゃんとほぼ一緒の2年半住んでます。で、ここに来る前は長野の穂高養生園っていうところで住み込みをしてました。
私一人っ子で本当に箱入り娘でずっと育てられて、もっと外に出たいっていう気持ちになって、まあそれまで保育ずっとしてたりして、私には自然が必要だっていう気持ちになって、その時にたまたま養生園に出会って、次の年から住み込みをすることになったんですけど、そこでの体験がすごく共同生活で似たような目に見えないことをすごく大切にしている仲間に出会ったり、丁寧な暮らしだったり自然と共生っていうところにすごく自分の性が取り戻った感覚をとても感じました。でその中で NVC っていうワードに出会ったり、パーマカルチャーに出会ったり、シャンティクティに出会ったりっていう、すごいいろんな今まで自分が生活してきた中で入ってこない単語にすごく惹かれて、知りたい知りたいで、知れば知るほど性が取り戻っていく、そんな感覚を得て、でも長野じゃなくって田舎じゃなくってこっち、シティも好きだ、なんか月に2回は都会に出て踊りたくなったり、表参道行きたくなる、これは何なんだろう、やっぱちょっと都会でもうちょっと都会でこれをシェアしたいというか、なんかそういうような感覚になって、こっちに戻ってきた時にやっぱり近い価値観だったり大切にしているものの仲間と一緒に共同生活がしたいなって思ってた時に、手仕事だったり国際村だったり丁寧な暮らしで子供がいる暮らしっていうワードにこう引っかかったのがウェルで、今に至って住まわせてもらっています。はい、ありがとう。じゃあ何の話をしようかって感じなんだけど、まあ何の話をしようか。何でもいい。まあなんかね、ここ2日ぐらい、まあ僕は結構やっぱりその問題を聞き出したいっていう部分で、なんかまあね、やっぱりどうしても共同生活してるうちに、なんかすごい楽しいっていうスタートからだんだん苦しいっていうものも出会ったりして、でそのじゃあその苦しみって何なんだろうとか、でそれをまあできるだけ多くの人たちがそういうのを乗り越えられるようにしていきたいよね。でまあウェルではなんかどういう課題が苦しくなったり乗り越えられてたり、いまだに乗り越えられてなかったりっていう部分の話も大事だと思うし、もう一つはね、昨日話してた風通しの良さっていうのもすごい、だからまあこの魅力だよね、今言ったようなそういろんなワードに惹かれた、でもね、そういう、まあ、マーケティングでいっぱいそういうワードを最近出しててさ、なんかこのシェアハウスサービスどうですかみたいなさ感じで、やっぱりここにはなんかそのちゃんとやっぱり文化として、なんかビジネスとしてっていうよりはなんか本当に文化としてすごい温かさと、なんかいろんな魅力があると思ってるんだけど、じゃあその魅力は何なのかとか、どういうところから来てるのかっていうのをなんか知れたらなと思って、でできるだけなんか戸屋さんがいるからっていう感じの話に なってほしくないんだよね。俺いない方がいいかな。あ、違う そうでもやっぱりなんかそのおかげでとかじゃない、そう結局その素敵なコミュニティが、その一人の素晴らしい人が、それを作ってるっていう話になりやすいじゃん。でまあその側面もあるから、もし本当にそうなんだったらそれも知りたいんだけど、そうじゃないんだったらちゃんとやっぱりその部分も可視化したい。で俺はそこは分かんないの、本当にやっぱり。で大体だからそのカリスマ性のある男性がコミュニティを始めて、それに惹かれた人たちが集まり、でその人との関係性によって最高な体験なのか最悪な体験なのか、ニュートラルなのかっていうのは結構決まってくるとか、その人がいなくなった瞬間に崩壊みたいなっていうのもあるから、まあそういうのもいろいろ関心があるんだけど、まあっていう感じのリードでどうぞどれでもでも今思ったのは、戸谷さんの話で言うと、戸谷さんがある日時からちょっと前に出なくなったあたりあったでしょ。あ、そうだよ。私7年いるからさ、いろんな戸谷さんのタッチ位置見てきてるけど、そのあたりから一旦バランスは崩したけど、そこから入ってくる人たちとかがで、また今の空気がある気がそうかもね、そうかもね。なんか戸
戸屋さんありきじゃ良い意味でなくなってきたっていうか、その戸屋さんがあえて引いてる姿勢で様子を見てるのも私はなんとなく分かったし、それで本当にちゃんとそこを穴を埋めるじゃないけどサポートするようなメンバーが入ってきたのは印象的な時期だったね。いつぐらいだろうかね。どんな感じ？ちょっとわかんない。僕なおさんの印象、その引くってどういうこと？具体的に前はなんかサービスはありませんって言いつつサービスはありませんっていうポジションを上げてるけど、そういうのじゃなくなってきたっていうか、もっとこう優しく見守る風になったよね、ここ 2,3 年で。ああ、そうかも、うん、なるほど。問題だけだらけなんですよって言ってるのが結構もうテーマになってたけど、それさえも言わなくなってきたっていうか、脱力の域みたいな。そうだね、あのもうなるほど、ね、武道の人が完全に力抜けて気をやってる感じ、合気道じゃあもうその世代だな、その世代だな、その世代ちょうどその時の時代だよね。それもいらないかなみたいな。それさえも手放した結果な感じがする。あまちゃんとかやちゃんとか、あと最近入ってくる人たちは、この2年でも変わりましたよね。なんか変わったと感じる。あまちゃんでさえも、いや、なんかそのウェルの空気感がだんだんと、また前までその家族世代も多かったじゃないですか、去年も。でそっからまた、ね、まあ、どっちかというと僕の世代、ね、僕の下の世代がまた増えてきたから、ちょっと空気もそうだね、また新しい風が吹いてきたというか、うん、それはあるかな。その話をちょっとまたしてもらっていい？その風通しがあることの大切さみたいなのがすごい面白かった、うん、やっぱり私はここで定住してるわけだから刺激もなくなってくるんですよね、毎回。で同じメンバーでこうで、問題がじゃあ どんなことが問題になってくるかというと、飽きてくると、これ昨日カエさんと話してて、あとゆうたくんとかが言ってて、うわそれだって言語化してくれたけど、なんか飽きてくると問題を探し出すっていうことを言ってて、で例えば私そういえばすっごいここに髪の毛いつも取ってるの嫌だったって急に思い出したりとか、別にうまくいってる時はいいの、でもそれがすごいストレスに感じたり、そう言ってみたくなったりとか、そういうことが起こってくるんだけど、そういう時に新しいメンバーとか何か変化があると、もう髪の毛がどうだったとか、どこが汚れてたかとか、そういうものが全く気にならなくなる魔法じゃないけど、そういうのがあって、それって結局刺激に飢えてるだけなんだよねっていうことを思って、ここにいるとある一定数、その部屋の 10% とかが旅人用って戸屋さんがある日から決めてるのかな、ちょっと空き部屋とかちっちゃな部屋が増えた時あったじゃない。そこにやっぱちっちゃな部屋があるっていうと、そこに定住はなかなか難しいから、必然的にサブ部屋みたいな、なんかその人が移動が多い人だったりとか短期の人が来るっていうなると、そこの入れ替えが多くて、そうすると本当いろんな人が来たり、そのゲストが来たり、あと 2,3 泊ちょっと滞在してきますとか、そういうイレギュラーな人が来ることで、今までちょっと退屈してたのがもう急にみんな生き生きしちゃってみたいなのはすごい感じるし、私自身が何よりもそうな感じがありますっていう。昨日でも自覚したそれ初めて、なんかそんな風に思ってたけど、話していく中で周りのサポートっていうか、そういうことだよねみたいな感じになって、それかもってすごいなった。なるほど。あ、僕はなんかさ、刺激っていうよりやっぱりその喜び、そのなんかここに出会えてよかったんだとか、あこんなとこあるんだとか、感動してくれたりすると、そのエネルギーってすごくなんかいい息をもらえるよね。それはなんかすごいハウスにとって大事なものだとは思ってるよ。だから素敵な庭ですね、うん、とか、そうだからなんかすごいね、こう出来上がってて、あちこち見て、うん、なんかいろいろいい場所知ってるけど、こうウェルじゃなくて、全然何も知らなかったんだけど、え、こんなのあるんだみたいな、シェアハウスも知らないみたいな、そういう方向、こうなんかそういうエネルギーが出やすい感じです。そういう人のなんか新鮮な感動とか、なんか好奇心とか、なんかそういうのなんか、なんか今まで居場所感を感じるとこなかったけど、すごい初めて感じられたとか、そういうの、それめっちゃ、わかんない、僕はそう思ってるけど、私は今の話でインスパイアされたのは、なんかこう同じメンバーだと、私もなるべく毎週毎週その人は変わっているっていう意識で見ているけど、どうしても集団で
あの固定されて、私のこういうあやちゃんはこういう人っていうのが2年前で止まられてたりすると、私は変わっててもそういう見方をされているとどうしてもなんかこう動きづらさがあるけれども、その2年後に会った人が来ると、あやちゃんはこういう人なんだねって、その人が言葉だったりそういう捉え方をしてくれた時点でその枠がふわって広がって、なんか自分の可能性も広がるし、場としての可能性がすごく広がる。そこがすごいなんか風通しがある一定数あることで、私が知らないあの元々の住人の側面が見えたりとか、自分も引き出されたりして、それがアップデートになって場がより豊かになっていくっていう感じをすごく感じているかな。うんうん、からなんかもっとその人のいいところが見えやすくなる。そうか、うん、し、なんか親っていうところも逆になんか見えるかもしれないけど、今のところそれはあんまりない。まあなんかそのコミュニティの新鮮さが保たれるんじゃっていう感じかな、うん、なんか常になんかやっぱり同じメンバーでね、もうなんか仕組みもできちゃって、うん、だんだん効率よくなる感じだと、うんうんうん、なんかまあ効率はいいけど、なんかまあ楽しさと新鮮味はなんかなんとなく減っていくっていうか、うん、まあもうそれは楽しいんだよねみたいな感じ、うんうん、でもやっぱりその新しい人が来ることによって、そのまた新たな日常と出会えるっていうか、うん、また人間関係の編成がちょっと変わったりして、うんうんうん、でそのね、一人一人の捉え方もその人はフレッシュだから、うん、あ、この人今ここで出会ったみたいなさ、うん、っていうのがなんかあったりするっていう感じかな、うん、でなんかここが2年半一緒でも、あまちゃんの違う側面をその人から見せてもらってまた好きになったりとか、うん、なんかそういう違うなんていうの、見え方をなんかその人を通じて教えてもらえたり、なんかそういう新しい見方をしてもらえるっていうのはすごいありがたいなっていうのは感じている。ブレイクスルー感があるっていうのかな、なんかその他になんかこのウェルで暮らしてて、やっぱりこういうところは本当にウェル特有の、魅力だったり、やっぱりそのここが結構このここのコミュニティの健全さに重要な部分、まあ自分にとってね、うん、っていうのがあれば聞かせてほしいんだけど。そう、あ、それで言うと僕自身の体験なんですけど、うん、このウェルで住み始めてから自分の家族の関係性がすごく良くなったんですよね。それがなんでかっていうと、このウェルにいるとまあ本当いろんな、ね、子供からあの、まあ、世代幅広くいるけど、やっぱいろんな家庭の姿もそこで見れるというか、でそのお母さんお父さんのなんていうんですか、その子供たちに対してどう接しているかっていうのも自分が知らなかった他の家族のそういう一面も見れて、なんかある種のなんていうんですかね、なんだろう、あ、親って大変なんだなみたいな。俺も子供が、あのうちの家族に子供が来てからなんかもう本当に親にすみませんでした。全然分かっていませんでしたみたいな。そう、割ともう昔からそのちょっと家族の問題がいろいろあって、まあいろいろ、まあ僕含め僕の兄弟いろいろ大変な思いをしてきたんですけど、でもそれでも両親に対してなかなかなんか、あの、なんていうんですかね、どっちかっていうと怒りを持ってることがまあ多かったんですけど、なんかそれがだんだん感謝にこの2年間で変わっていって、でそれを両親を伝えることができて、なんか家族の関係性が本当もうウェル前とウェル以後で全然違うみたいな。そうなんだ。それがあって、家族からも変わったって言われてました。なんか多分その家族が変わったのは、僕がここでなんかなんだろう、何か心がトレーニングされたのか、うん、なんか何かがほぐれたのか、うんうん、それがあります、うん、はい、うん、いい話だね、うん、私もあるかも。なんかもともと愛の表現をストレートにして受け取ってもらえないことに対して嘆きがあったタイプだけど、うん、なんかいや
私のパパちゃんになんか大好きって言ってるのにチコちゃん見るとか言われてなんかもう悲しいみたいなのをこう戸屋さんとかになんかまあ言うと、いやそれはあやちゃん嬉しいんだよっていう、なんか不器用なだけで恥ずかしくて返せないんだよみたいなのを聞くと、あれ受け取ってるけど表現としてそう出てたんだみたいな、自分だけのなんか被害解釈にならないっていうのをなんか見たりとか、その逆にこじれてなければなんか愛のキャッチボールができてる瞬間を見れたりとか、いろんな本当パートナーだったり家族のその何て言うの、愛の形、人それぞれの出し方と受け取り方っていうのをなんか見れて、私はさっきも言ったけど一人っ子だからあんまり見れてなかったのが、あこんなにもあるんだっていうのを見れて、なんかすごく自分のなんか調子があまりにも崩れてなければなんかこうなんていうのかな、そこに愛はあったんだっていうのを信じたくなったすごく。で自分から諦め、痛みに触れると諦めちゃいがちになるけど、なんかすごくでもあやちゃんはそういうのをトライしたいんだねって言ってくれる仲間に出会えたっていうのはすごくなんか人生のなんかこう深みとサイドとなんか濃密さがなんかこう増したなっていうのは、でもなんかそれは時間をかけて信頼関係を作ってくれている仲間の存在がいたからだなっていうのはすごく思っていて、なんか、それはなんか何があったからこうとかじゃなくて時間が育んできたことだな、そこに信頼があったことだなっていうのと、あのやっぱりさっきの一個前の話に戻ると、子供がやっぱ生活の場にいるっていうのは常にその子をなんかまんまバイアスかけて見ないっていうのがあって、常に変わってってるから、なんかそれをみんながこういろんな視点で見て、それを子供を通してなんかこういろんな視点の会話ができるっていうのはなんかすごく、子供の存在、風通しの良さがそこで一個はあるなっていうのはとても感じてるかな。他になんかある？ウェルならではの強さ、強み？まあなんか魅力とか、魅力、自分にとってやっぱりこれがあるからすごくここの暮らし、そうです、あの僕にとってはなんだろう、文化の力みたいな、なんかそのすごい何か詳しい人が必ずいるんですよね、そう、マスターがいてなんか、確かになんか何かを作りたいとかでもなんか知ってる人がいて、そこでなんか教えてもらえるっていうのがあって、なんか普段その今の世の中で出会えないこととか、例えばさっきキッチンに行ったら、あの梅仕事の青梅がすごいてーんって置かれてて、庭で採れたやつが置かれてて、なんかでもそれの処理の仕方とかもわからないのに、なんかそれをもう横で見てるだけでこうやるんだとか、あとあまちゃんがあのそば打ち習ってきてそれもなんかもうみんなに振る舞ってくれて、ああもう自分で打ったそばってこんな美味しいんだみたいな、それがだんだん流行っていったという、誰かパン焼いたらそれが流行っていったというか、文化がこう伝播していくのがすごい違う。そうだね、確かにウェール特有感もね、金の数分けとかねパラダイスとかねバチルスとか入るときもとみんなでガーッとっていうのが出たくそうだね、確かに、そういいね。じゃあその逆のやっぱりその大変な部分、大変っていうかまあうまくいってなかったり、まあうまくいってなかったけどなんか乗り越えられたっていう話もなんかあれば聞かせてほしいんだけど、大変、まあなんかそれを問題と捉えるかどうか、うまくいってるかいってないかって捉えるかっていうところだと思うんですけど、例えば
誰かと誰かが仲悪くなったとか、まあやっぱり人間なのであるのかな、うん、うん、でそこでなんか全然部外者の傍観してる僕がなんか悲しくなっちゃったりとかそういうのは、うん、それは別にうまくいってないとかじゃなくて、まあ、人間の自然なのかなって僕は思ってるので、あえて取り上げなくてもいいかなって思うんですけど、うんうん、でも例えばね、まあ、あのこれはすごいこのシリーズの大テーマで、やっぱりその人間関係がなんていうのかな、ね、その日常のアップエンダウンでなんか多少傷つけあったけど、まあ明日次の日は全然大丈夫みたいなさ、子供が喧嘩した時みたいなさ、感じのことは全然あのまあ僕もなんていうのかな、自然だと思ってるし、まあ許容範囲内だけど、やっぱりだんだんそのね、まあ一対一の間柄のなんかやっぱりあのバッドバイブスが表現したらいいかわかんないけどがだんだんなんていうか広がっていく、うん、でやっぱり周りもなんかやっぱり何かせざるを得ないみたいなさ、やっぱり雰囲気はもう重すぎるとか、実際物事が機能しないっていう体験もいっぱいしてきていて、だからなんかおそらくウェルでもそういうことはあるんじゃないかなと思ってるけど、やっぱりそのそういう時にどう対応してるかっていうのはなんか結構関心がある。まあ本当にひどい場合はやっぱりそれでコミュニティが崩壊するから、うん、だと思う。そうで別に中心でそれが起きてなくてもだんだんそれがやっぱり解決されないことがコミュニティの信頼を崩していく、うん、で誰かが離れていっちゃって、うん、このコミュニティはその人を受け入れるキャパがないんだっていうなんかショックで、さらに他の人もだんだんあーっていう感じで離れていくとかもう見てきてるから。でもウェルにも定期的にありますよそういうことは、うん、今までどこまで遡るか記憶もよく、私も正直もう昔を覚えてる記憶弱いけど、でも何回かそういうところがあって、やっぱり最終的に誰かが出ちゃいますよね。その問題があった時はその人が去る、うんっていうのがなんか定期的にはある気がする。なんかもっとひどいこととかって気がするけども覚えてないなあんまり。いやでもその話はやっぱひどいことだと思うんだよ、ね、僕はね。そうだよね。もっとっていうか結果誰かがその場を離れることでしか今まであったけど、うん、共に傷ついて頑張ろうにはなった試しはない気がする、その問題は、じゃないかな。そうだよね、そんな気がする。でも離れてないパターンも見させてもらってる。離れてないパターン、うん、ステイしているっていうのも見させて今もらっていて、だからなんかなんとかしたくなるんだけど、なんとかしようとしないでそこでそうだねって聞いて、あの耐えてくれている周りのサポートがすごいんだなっていうのを、私もあの誰かとこういざこざになってしまったことがあって今こうしていられるのは、あの何とかしようとしないで、何とかしようともしてくれている、もちろん見えないところで、だけれどもなんかあのそこであやちゃん悪いやつだとか、ねなにちゃんが嫌なやつだっていう見方をしないで、そうなんだね、できることは何だろうっていう周りの人のあり方が崩壊をなんかこう止めているようななんか感じもある。でももちろんやっぱり去ってしまうこととかにすごい痛む、もっとできたことはあるんじゃないかなとか、なんで動けなかったんだろうなとか思うこともあるけど、なんかその時が来るまで、でもいざそういう時が来たら向き合おうとしている先に住んでる人たちの存在だったり受け止めてくれる人たちがいるなっていうのは、私の感覚では違うかもしれないけど、うん、そういうふうに思っている。なんか解決しなくなったよね。今までそういう何か問題があっても、前は
結構私の記憶違いだったらごめんだけど、田さんが何とかしようみたいな感じになってたイメージがあるの。これ私の記憶違いだったらごめんね。私のそういう先入観かもしれないし。いや、あったよ、初めて。そうだよね。話し合うよとか言って。そうそう、やったんだよ。ってやってたり、話し合って、ダメですみたいな解散みたいな感じになってたのを何回か見てて。で昔はね、何かちょっとどっかのこことここが何かあるぞってなってたら、なんか私のね見てきた感じではちょっとあの人最近嫌なんだよねみたいな、なんか言いたがり、いい意味でも悪い意味でもなんか表現してたので、あ、そうなの、何があったのって周りが聞くコミュニティがあったの、ちょっと前っていうか私が何かが見てきた何期かある中で、でそこでその昔ながらの余計なお世話みたいな、そういう感じも、それも含めてのウェル、熱いウェルがあったけど、最近私が変わったのか、私もそういう話を聞かないし、私も言わなくなった、実はこういうことがあったんだよみたいなのを、なんかもっと個人プレイになってきた気がする、今のウェル陽光台現在ね、過去は置いといて、で多分そこからあやちゃんが入ってきてるから、そういう風に見えるのかも、って感じがする。前はもっと派手になんかいなくなったりとか、そういう話してたの、ちょうど今来る前も、そういう歴史も見て、その個人プレイになったっていう違いは、前はまあみんなごとにして、もうとにかくなんとかこれを修復しようっていう感じで、まあその手厚さと重さが増すみたいな感じで、でうまくいけばなんていいコミュニティだみたいな感じで、で崩壊したらなんてうちらこれだけやったのに結局ダメかよみたいな感じの、なんかちょっと絶望みたいな、そうそう絶望みたいなのが派手だったけど、その起伏がなくなったっていうのと、あと一人が言わなくなったらっていうか、これはもう私の目線だから、私が言わなくなったら私が聞かなくなったっていう感じが多い気がする。だからそれから誰かが言ってても、私がその話何何何かあったのとかいう野じ馬精神がなくなったら、あ、言ってるなーって、あ、やっぱそうなんだなと思っても、そこ首突っ込まなくてスルーしたり、私はそういうのあんまり聞かないスタンスなんだっていうのが、それとなくその人に伝わったりすると、その人はまあ言わなくなるでしょう。でそういうのにはもう参加しないタイプなんですみたいな感じ、今は参加しないモードなんですみたいになってると、だんだん私の世界がそう見えてくるから、今そう見えてるのかもしれないけど、そこがあれとも近い気がする。その誰かの人間関係なんで、ちょっと前ってさ、クリスマス会やります、何月何日ですイベント立てましたっていうのがすごいあったの、参加するしないみたいな、が今ないじゃん、コロナだから、コロナだから、それも大いにあるのかもしれないけど、なんかスタイルが変わってきたんだよね、みんなの遊び方のスタイルが。なんかやっぱそう成り立たせたい人がいると成り立つっていうのもあるから、そういうアレンジとかマネジメントする人が今リソースとしていないっていうのもあるかもしれない、でもそれはそれでいいよねっていうのはあるよね、それとなんか私その連動してる気がするんだよね、なんか、あ、でもそういうのあるかもね、なんか個人ごとになった自分のことだけ考えるようになるっていうのが、私の最近のこの7年目の流行りなの、流行りの流行りなの、まあ、自然な感じでこう、そのパーティーとかっていうことよりも、自然になんかいつの間にかなんか持ち寄りでご飯とか、なんかこう無理しない、なんかバッてやっていくらいくらってやって、こうなんかちょっと自分のキャパよりも大きい範囲よりかは、あ、これしたいからあの一緒にどうですかみたい なんか気楽さの中でなんかやるスタイルに徐々に変わっていってる感じがあって、まあ、無理がないけど気づいたらめっちゃ楽しかったねみたい なんかこの前も浩二さんがあのキャンプファイヤー、ちっちゃいキャンプファイヤー自分がやりたいからやるっていうので、あ、なんかアイス買ってくるよ、じゃあお願いみたいなので集まってお酒出てきて、なんかこう本当にちょっとのことがすごく感動できて、でもちょっとのことじゃないっていうか尊いことで、それがすごくなんかそれで満たせられる、なんかなんていうのかな、自分たちに慣れてるっていうのがすごい、遊び方が変わってきてるのかな、でも晴れの日もねなんか楽しかったりもするけど、なんか無理がないなっていう。それはじゃあなんでできるの、それは。例えばそういうような文化をみんな多分求めてると思うのね。あ、そっか、自然地。そう、でもやっぱりなんかどっかで無理
をしてなんか結局なんか素敵な場ができたけど疲れるとか、うん、または願ってるけど全然そこにエネルギー集まらずに、なんかあなんか寂しいみたいなさ、なんかっていうのもあるじゃん、一般社会で。そういうわけではないかもね。だからなんか人実来なかったとかはない気がするけど、そうそうそう、一般社会だからなんかその違いって何なのかっていうのがすごく興味がある。やっぱりそういう自然のように感じられる温かい場っていうのは、なんでその無理しなくてもなんか自分がやりたいことをやると素敵な流れができるみたいな、またはもしかしたら捉え方がただそういう感じで、別に一般社会で起きてる出来事と全然何も変わらないんだけど、まあ、なんて素敵な場なんだろうってみんな感じるようになってるのかもしれないし、ちょっと そこら辺は分かんないんだけど、俺もなんかなんとなくそういう世界にいたから、なんか誰も特に頑張ってないのにキャンプファイヤーが現れ、誰かギター弾き始めて、またバンドが集まって、で今度カニを持ってくる人がいて、なんかみたいなさ、なんかでなんかそれはだからみんながそれができたら最高じゃん。だからそれをまあそれを実際ここで起きてるっていう感じの話だが、なんでここで起きるのかっていうのが知りたい。そしたらなんか先に住んでくれてた人たちがそういうカルチャーを培ってきてくれたし、こう晴れを私とかバーってやってやってもいいし、乗ってもくれるし、なんかそういう自由度があって、でも今はここっていうのが分かったけど、そのなんていうの、これがこれでも楽しいし安心なんていうのかな、なんかそういう温かくて優しくって安心した空気もいいよねっていう、先に住んでた人たちがそういう風土をなんかやっぱ作ってくれてると、後から入ってきた人はなんかそういう入っていうか、そういう超越だったりこう刺激もあるとは思うけど、なんかあれここにいても居心地がいい、ナチュラルな自分でもいいっていう、なんか集合のなんかこう持っていく場のなんかこう影響力みたいなのあるかなっていう、なんかでもそれがなんでいつどうやって生まれてったかって言ったらちょっとわかんない。でもそれすごいわかるっていうか、それで言ったら今こそそのオーガナイズする人が減ってるっていうか、まあ不在でみんな好きにやってまとまってるだけど、私が入った頃はめっちゃオーガナイズされてて、なんかそう、下手すれば掃除当番までないけどまであるんじゃないかぐらいの、何かそういうちょっと学校っぽいところも感じてたの、なんか役割を持ってた人たちと、まあ仕組みがあるな、仕組みがちゃんとあるみたいな、入った人が来た人がいたら歓迎しようみたいな。でもそれは当時は特に何もかどっちとも、まあ、こういうものだなと思って入ってきたからだったけど、それがなくなった時にちょっとあもうそういう義務でやんなくていいんだってほっとした部分はあったんだけど、今考えればそういう文化がお先にあったから、来た人は歓迎して当たり前、物はシェアして当たり前っていう、入った時からあったものにただただ従って、今それがいい感じに変化して時代とともにもう義務とかルールなくていいよねって、それはこうだんだん補助輪が外れていくような感じで、そういう人たちの割合とか、そういうこういう場だからこういうことがしたいって意識して入ってくる人が増えると、かで脈々とこういい感じにマイナーチェンジしてるのかな。いやそう思うよ僕も。だから補助輪は必要だったと思う、そのコミュニティの一番初めにいるシステムとか、あのミーティングもしかしたら必要だったかもしれないけど、そうだね、やったね、そう、ね、そう、そう、僕はね怖いから、僕がミーティングはやらないんだよ、なんか怖いから僕やると、だけど他の人がなんかやりたいって人がいたらやっぱり集まるじゃん、みんなね。だけどまあだからやっぱりそもそもこれはさっき言ってた気づき、そのなんかちょっと言ってきたから、補助輪なくていいんだっていうか、そこの気づきが大きかった。で理念とかじゃなくて、その今言ってた文化、その人らしさの文化、人らしい文化だったら残っていくよねっていう、その人らしい文化をさ、初め入ってきた人がさ心地いいわけじゃないと思うのね。ただ一旦そこに慣れちゃったらもう元に戻れないみたいな、そういうもんだと思うけどね。とかまあなんか
これが俺の結構ジレンマがあって、アズワンとかね、東屋さんの話を聞いて、まあ東屋さんだけじゃなくてこうやってウェルの話を聞いてると、うん、まあなんか魔法のような話なんだよね、うん、なんかまあ自然にいい感じになっていくんだよみたいなさ、なんかカルチャーがみたいなさ、でなんかその曖昧な表現でなんかとにかくまあここに来るといい感じなんだみたいなさ、でじゃあ俺もいい感じにしたいけどなんでこんな大変なのみたいなさっていうなんか疑問があって、でまあそのどっちかというと西洋のそういうエコビレッジ活動をしている仲間になんか自分の悩みを話すと、やっぱりなんていうのかな、その僕が抱えてる、まあ、道場の問題とかはやっぱりその明文化してない問題があるって言って、だからじゃあ誰がどういう形で何を決めるのかっていうのを明文化しないと、やっぱりその力関係の格差が出てきて、なんか対等だよねって言ってるのに対等じゃないことのなんか違和感みたいなさ、ねえ何これみたいな、そのなんか結局お前が決めてんじゃんみたいなさ、っていうそこから信頼が崩れたり、あと資源の分配だよね、なんか資源がどう動いてるのかを可視化しないと、結局みんなの資源って言ってるけど、やっぱりね、どうしても一番影響力がある僕が資源をいろいろ動かしたり、僕に確認しないと物が動かないから、とにかくそれを別にそれが悪いって言ってるわけじゃないけど、そういうものであるっていうのを可視化することの大切さ、そうするとそのこういうシステムです、ここは今は、でそれが嫌だったら変えてもいいけど、とにかく今起きてるのはこういう仕組みがあるからこうなっているっていうのが誰でも見えると安心と信頼につながって、それでみんなでそこを変えることができるみたいな、だからやっぱりその仕組みを明確にしていって、でちゃんといろいろ決めるとか、やっぱりその、ね、理念を決めるって言ってて、やっぱりちゃんとしたビジョン、この場はどういう場なのかっていうのを決めないといけないっていうことを言われて、で そこの話と今みんなから聞いてる話がなんとなく俺の中でちょっとなんか全然方向性が違うなみたいなアイブスとね、そうそうそう、でアズワンと話した時もやっぱりなんか別にそういうなんか意思決定の仕組みなんかいらないよ、だって それが必要ってことは信頼がないからでしょみたいなこと言われて、まあ確かにみたいな感じなんだけど、でもなんかそうなのかなみたいなさ、なんかだからちょっとそういう俺の中ではなんかそのね、なんか両方わかるっていうか、ただやっぱりその自然にいい感じになるっていうのはあまりあの復元可能じゃないなみたいなさ、なんかなるほどっていう、わかる、うん、これは、え、なんかちょっと違うかもしれないけど、とりあえずブレスト的に、なんかじゃあ例えばあのたまにあのシンクにすごいお皿溜まっちゃうとか、うんうん、洗ってないとかやっぱ悲しくなる、で朝毎回あの早起き の住人の女の人とかあのまあ朝組の人がそれを片付けるみたいなのがあったりとか、でも夜は夜でやってる、でもいつ溜まってるのか誰がやってるのか分かんないけど、でもみんなそれぞれなんか一個多く洗ってたりとか、でも人間だから忘れちゃうねっていうのが前提であった上で、でも悲しくなっちゃうよねってなった時に、なんか誰がとかじゃなくて、なんかこう私はそれを見てなんかちょっと悲しい気持ちになるんだっていうのをこう言った時に、そうだよねって言ってなんとなくそこがファン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 って広がって、なんか張り紙がこう可愛くなんかバババアちゃんのなんかやつで出てきたり、なんとなく愛を感じるというか、伝えたいけど配慮は感じる何かがなんかちょっと散りばめられてるのを何か感じ取って、なんかそこまでルールガチってしなくてもなんかいいような、なんかなんていうのかな、なんかそこに対する配慮みたいなのをなんか感じてるのかな、ウェルの中ではみたいな、なんか一個バンって張り紙するにもなんかパンダになってたりとか、でもあれいらないんじゃないかしらみたいな伝え方をしたり、すごく相手のなんか気持ちを配慮したなんか伝え方をみんななんかすごく心がけてて、なんか壊そうと思って言ってるんじゃないけど、なんかここにあって
自分も大切にしたくって相手も大切にしたくってそれができなくて苦しくって言わないっていう選択する人もいるけど、なるべくこうなんか前進したいよねっていうのがなんか私は感じて、だからこそちょっと勇気を持ってなんかこういうのが問題になっててみたいな、なんかこう向き合って話し合いたいみたいな、なんかこうなんとかしたいっていうよりかはまあなんとかしたいんだけど、なんかうん、自分の命も相手の命も生かし合うにはどうしたらいいのかなみたいな、なんかルールでバシッて決めるんじゃなくてそのグレーをみんながなんか探してるような、でなんかこの前もナオさんと、うん、あのナオさんはこう写真集をあの中で見てて、私は外で、あのお庭でご飯食べてて音楽聴いてて、でなんかその世界観をお互い尊重したかった、で自分の世界観も尊重したくて、でなおさんがこう窓を閉めて、音楽が聞こえるからね閉めて、わかんない私の解釈なんだけど、そのなおさんの世界観を楽しむ、でも私ちょっと歩けば自分のヘッドホンがあったのにすごい大きい音でかけてたから、なんであのヘッドホン持ってこれなかったんだろうってすごいその閉めた音で気づいたけど、あごめんねって言ったけど、なおさんあどうだったんだろうなって思った。でもちょっと後になんかあの時なんかなおさんのことって言われ、なんかヘッドホンして聞けばよかったのに大音量でかけててそれ気になってたんだみたいなこと言ったら、いやいや私もなんかドアの音なんかもうちょっと静かに閉めればよかった、いやそんなんじゃないんだよみたいな、なんかその行動のところの行間と配慮がなんか見えるようなやり取りができると、なんかすごいそれだけで安心につながったし、なんかもっと大切にしたいなって思ったし、でもまたやっちゃうかもしれないけど、でもまたそうやって起きたことでなんか話せること、うん、でもなんかナオさんのことも大事、うん、で私がどういう配慮ができるかなとか、なんかそういう風に考えていけるのはなんかそうかもね、うん、なんか音下げてじゃなくてなんかできないかなっていう癖はもうついてるかも、うん、それは最近なんかみんなそうじゃない、なんかあどうぞ僕できてるからあな私はその時に例えばまあなんだまだ空いてんじゃんと思ってうれしかったんだけど、できることがまたあったと思ったその瞬間に、また音が気になってたんだけど、まあ、そこで窓閉めたら聞こえなくなったの、であこれがあったじゃんみたいな感じで、できればこう邪魔はしたくないしさ、そういう感じの今はこう言語化してくれたし、その数分後にあやちゃんが拾ってくれたからその答え合わせもできたけど、なんかそういうことを日常に私はしてる方が心地よいんだなっていう気がしてる、人それぞれだから、でも逆にだからね音下げてって言われるとすごい傷つくね私は、だからそれも地雷なんだよね、人に何も考えずに言われた時にめっちゃ傷つくし怒りの感情が湧いちゃうから、そこもやっぱ気を普段気を使ってる部分を刺激されると弱いなっていうのはこの共同生活の中で感じたから、後からそういう風に言ってもらえたことあの時点でも全然私の中では終わってたんだけど、なんかヘッドホン持ってたのにって言ってたけどあんまさかに気にしてたんだって思って、いやめっちゃそうそうはぁと思って嬉しかったし、あなんかもう本当終わってたけど、そういう風な解釈を見せてくれたりするのは信頼されてるってことだからありがたいなって思ったかな。そうそうそう、もう数えられないぐらいそういうのが多分日常的にあるんだろう、ね、譲るとか、うん、でもさ、そのやっぱり傷つくことを言われたり、うん、なんかね、皿をまあそういういろんな配慮があって美しいと思いながらやっぱり毎回皿があるみたいなさ、やっぱり蓄積する小さな痛みって結構ある気がしていて、でそれがたまに爆発するどっかで、で関係ないところで爆発したりする、だからそういうのとかはでもあまりウェルではそのないのか、まあ別に爆発したところで別になんか吸収されてなくなっていくのか、なん
んか最近見なくない、そういう場面。昔はよく見てた、あ爆発してんなみたいな言ってたけど、いやなんかあるけど聞いてもらってとかあるよ、その受け止めてもらってとか、ちっちゃいのはあるよ、うん、そうだけどあんまりそうなんかあんまり全体でシェアとかしないの。そうそうそう、うん、そうかもね、うん、どっかでシェアされつつあるのかな、うん、そのじゃあシェア、その受け止める人っていうのはなんか結構そういうこの人たちっていう人がいるのか、本当になんかまんべんなくそれぞれが、だって爆発したらその前に癒された人だよ、それを。そうそうそう、でもなんか例えばコミュニティの中で結構やっぱりそれ担当みたいに なっちゃう人っているじゃん。フラシンプじゃないですか、うん、僕か、うん、でも僕以外もやってね、多分やってるんだと思う。いや私はコージさんとパートナーなんだけど、コージさんが来てからすごいそういうそうだよ、それだけじゃないけどやっぱり相方としてここでまずシェアできて、コージさんが私よりもまあどっちが上とかじゃないけど結構ヒエロイシアを持ち合わせてるから、ナモさんそれはねみたいな感じでここでまず人、まあ、聞いてもらえるっていう関係か、別にパートナーシップじゃなくてもなんかね、みんなそれぞれ近い人がいるんじゃないの、アリのコロニーみたいな感じなんじゃないですか。なんかそう一定の割合で働かない人がいて一定の割合ですごい働くみたいな、なんかそういうバランスがなんかあるんじゃないですかね。なんかこう一定の割合で働かすごい人がいたら、一定の割合で話聞くのが好きな人がいてみたいな、自然にそうなるのかもしれない。そうだね、でもあれだよね、そしたらまたカイ君のあのさっきのさ、もうね、嫌だよね、よくないよ、まあ、そうそうそう、だって何でも自然、ちょっと待ってよ、何でも自然って言えるよ、ちょっと待って、結構大事だよ、だってね、カイさん今、だって自然をやっぱりこう、なっちパーマカルチャーってこう自然じゃん、自然を大事にするっていう、自然を大事にするっていうこととデザインしたいんだよね、現象を自然の流れで曖昧化するっていうのと全然違う。あ分母が大きい、どうした、あ、開けちゃう、大丈夫、多分ちょっと閉めてくれたらいいんだと、うるさかったんじゃない、あ、そうだね、迷惑者じゃない、でも分母は閉めて、分母が大きいのは多いよ、やっぱクッションのその分数があるんだもん、あれでも分母35分の1、ああ、そう、道場の10分の1と、道場好き、あの3人そりゃクッション3個と35個は違うと思う、それについてちょっと触れてもらっていい、その35人のなんか、うん、この間昨日話してた、なんかその人数の意味っていうのは、いやだやっぱ例えばね、例えばだけどこの間こうしあの鶏がさ2匹いたんだけどさ、うん、1匹猫に噛まれてさ、で結構なんかこう要介護の状態になっちゃったの、このなってもうあの注射器で、うん、こうちょっとスポイトでやらないと、うん、もう入らないわけ、うん、でもう僕はもう無理だと思ったよ、うん、正直ね言わなかったけど、ただなんか自然にそれやりたい人が出てきてしばらくやってたんで、よくやってるなと思って、うん、僕全然心動かなかったんで、ここでちょっとやったんだ実はちょっとやったらさ、こう注射器でほんとちょっとずつ入れなきゃいけないんだけど、ちょっと入れたらもうほわってなってさ、とりあえず入れすぎって言ってめんどくせえなと思ってさ、うん、全然動かなかったわけ。でもね、そこで心あまり愛のないクリスタル、でもこの話を出すのがいいな、ね、僕は動かなかったんだけど心動く人がいたんだよね、うんうんうん、だからやっぱり僕が動かなくても誰かが心動くことがあって、うん、他のことでもやっぱりなんかそれに対してなんか心動く人がいるけど動く必ず出てくるんだよね、この例えがいいのかいいのかそう、うん、でもあの分かった、うん、でもその、うん、それ分かったんだけど、でもそのこの例えば、うん、まあ、道場3人だったり、うんうん、まあ、もうちょっとね、まあ、35人ってそこそこの人数じゃん、うん、やっぱシェアハウスとして、うん、僕の中ではね、うん、体験として、だからその人数がなんていうのかな、結構適量っていうか、こういう現象が起きるためになんか意味があるみたいな話をしてなかったっけ、うん、と思うよ。だから僕その鶏の話をしたのはね、鶏でさえだよ、
鶏でさえそんなことする人でも俺はその数字の話をしてるあの鶏の話はすごいあの分かりやすい事例なんだけどその数字の話で、ね、このぐらいの人数だとやっぱりそのね、うん、適度にやっぱり爆発もなんか吸収されるとかっていう話をしてなかったっけしてたしてたよそので35なのそれはあ、オッケー。僕が思ってることは、うん、そのホモサピエンスの生態からするとやっぱ群れまずつがいを作る、うん、家族を作ってで群れを作るんだけどその群れのサイズっていうのがまあ100以上その、まあ、150以上はほぼなくて、うんまあ、100になる前に大体分かれるんだけど、うん、まあ大体やっぱりその20から、うん、そうだね、まあ、50、60ぐらいが多いよね、うん、やっぱそういうぐらいでこう人数で作ってて例えばほら学童とかもなんかやっぱ30人ぐらい見てる人がいるとなんかその一人一人それぞれなりに居場所が見つかるみたいなことも学童やってる人が言っててあそうなんだろうなってちょっと思ったんでだからそれはやっぱりその人っていうその種にとってはまあ適切なサイズ感としてあるのかもしれないって思っただけそれ違うかもしれないそうか、うん、もしさウェル今3階だけど4階5階を建築されましたっつって今の倍になったらまたこれが保てるかしらねいやまあ保ち方はあるけど、うん保ち方はあると思うけどでもあのちょっと違っていろいろだから違ってくるから、うんうん、あれかな前でこんなお部屋ない時にさ、うんまあ、人に聞かれたら25人ですって答えてた時代があったから多分25人ぐらいの時があったと思うけど25人から、まあ、2部屋増設で27人になって今そんな感じで1つまた部屋が2つに分けたからとかで一人一人増やしてるからそれが自然とさジュ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 ってなってるけどさいきなし25人から35人で10人新しい人が来たってなったらこれがひょっとしたら途絶えてたかもしれないっていう気がするなんか、ね、ただ人数多くなったら今は旅人みたいな人で言ってるっていうけど、うん、そしたら今なんか月に1人か2人とか、うん、なんか追加の人が例えば1人か2人もいないけど、うんまあ、時にバーッと来るんだよねバーッとできるからやったり、うん、だけどそれがこう例えば人数が多くなると同じような感じでやってたらもうなんか今週はなんか2人来た来週も2人来たってなってもよく分かんなくなっちゃうよね例えばその入れ替わりが多すぎたら、うん、例えばねじゃあもう俺もすでになんか そんな感じがするウェル見てもう常になんかもうだって常になんかまた新しい人が来るからもうあの知らない人も来るしなんか新しく今日から住人ですみたいななんかそんなに入れ替わりがあるんだみたいなさちょうどタイミングが来るそうだからね全然入れ替わりない月タイミングがあるよ、うん、そうそうちょうどこの辺りと思うオッケー、まあそろそろもう2時間収録しててあのそもそもあのここまで聞いてる人がいるかどうかもわかんないんだけど、うん、あのでもマニアックな問屋さんみたいなマニアックな人を聞くからでこれはマニアックな人向けだよコミュニティを宣伝するっていうよりはコミュニティのリアルななんか話とそのみんなが使いたくなる自然にうまくいくっていうそこを解明するっていうあのことをやろうとしてるんだけどもしなんかみんなから最後一言なんかこれは伝えときたいとかこれはこういう言葉を残したいみたいなおそらく聞いてる人の大部分はやっぱコミュニティに本当に関心があってもうすでに悩んでる人とかこれからそういう取り組みをしたいみたいな人たちだと思うから、うん、まあそこにもしなんか残せる言葉があれば聞かせてほしいけど、うん、私カイ君にその自然のところでちょっと湧いてきた言葉が、うん、だから言ってたのとちょっと違うんだけど、うん、なんかもしかしたらその自然にっていうことの止めてる不自然さが自分にあって自然なことを自然に止めないでしてるから自然が頼まれてるのかなっていうふうに思ってなんかじゃあ愛を持って接するとか配慮をなんかこうしたいって思った時に後からでもそうやってコミュニケーションが取れるでも怖かったりとか愛を受け取ってもらえないから止めた時点で不自然さが生まれるから別のなんか不具合な崩壊につながるのかなと思ってその自分のなんか自然な行為、美しい行為を止めなければその自然にが広がってくるのかなと思ってなんかそれを
今なんか感じて自分の中で湧いてきた自然にを大切にしようっていうふうに思いました。ありがとう。自然の連発だったまあ僕のその受け取り方はやっぱりそのなんていうか、そのありのまま自分の中に湧いてくるそのやっぱり本当に大切にしたいものを何らかの形で表現したり、うん、あのそのやっぱり信頼を信じたり、その自分を信じたり相手を信じることからちょっとずつその恐れが減っていく関係性、うんうん、やっぱりそうするとよりなんていうかな、まあ、みんなが自然っていう表現を使ってるけど、うん、なんていうか本当に願ってる方向に物事が動きやすくなる、うん、っていうことなのかなって思って、うん、やっぱりすごいコミュニティの中のその難しい問題はやっぱり恐れが大きい、うん、だから配慮もさっき配慮の話をしてたけど恐れから配慮すると、うん、でまあ配慮の中に結構恐れが入りやすいと思うんだけど、うん、だんだんやっぱりその配慮疲れする、うん、でなんかこんで配慮してるのに嫌な反応されると、うん、マジでこんだけ配慮して何なのそれみたいな感じで、ま、なんか地雷を踏んじゃう。だからやっぱりなんかその恐れの要素とか疑いの要素があるとやっぱりなんか物事がその願ってる、ね、流れになりにくくて、うん、やっぱりその触れられない嫌なものがどんどんその領域が広がっていくみたいなさ、うん、っていうのはあるんじゃないかなって聞いてて、うん、確かに家族でもそうじゃん。家族関係でさ、うん、愛でつながってるに決まってるじゃん、うん、でもやっぱりもう触れられないなんかこの領域みたいのがあったりするし、すごく配慮もし合ったり、うん、自然の流れで本当はなんかねいろいろうまくいってるはずなのに自然な流れで全然心地よくない空間になりやすいっていう、なんかそういう、だからまあ僕の中で今聞いて自分の解釈としてはやっぱりそういう恐れの要素が大きかったり、やっぱり本当に愛とか思いやりの方がなんか主力になってる感覚がやっぱりここのいい流れになってるのかなみたいなさ、配慮しなくてもいいっていうのすごく大事だと思ってるの僕は、うんうん、まあ、自然な、さっきのその鶏の間じゃないけど自然に心が動かない人がいるんだったらその人は配慮しない方がいい。無理するとね必ず副作用が出るのよ、うんうん、そうそうそう、でその人が配慮しなくて誰かがと誰かがどっちかが配慮しなきゃいけない状況があったりすることもあるじゃん、対立してて、でもどっちも配慮したくないこともあるじゃん、うん、でもね、そういう状況があったらね、必ずその間を他の人が埋めようとする人が必ず現れてくるのよ、うん、それがなんかいいなと思ってるの、うん、そうだね、そう、だからその力まず無理せずに、まあ、自分が心が動いたらやって、そう、心が動かなかったら手間出すみたいな、うん、っていう人にが持ってる自然な動きを、うん、あの信頼してやっていくのがいいと思う、うん、あと配慮するのが自然な人っているよね。もうそういうアプリじゃないの、搭載するアプリじゃなくて先天的なもの、私多分そっちだってコミュニティの中で気づいたから、どっちかというとそれをしなくて傷つかない方にとかそういう調整もやってたけど、そういうの自然にできる人がやればいいと思う。配慮っていうのは配慮のアプリダウンロードしなきゃない人が無理やりやってもバグが起こるの。そうなんだね、必ず副作用が出る、うん、IT 系の表現そう、すごい本当にさっきあの家族の、ね、関係性が良くなったって言いましたけど、なんでかなってずっとなんか考えてたんですけど、やっぱその一つがしてあげてるっていうのがなくなったんですよね。やっぱりその家族の中でそのうまく噛み合ってなかったのはそれぞれやっぱ愛情を持っていたんですけど、でもそれは愛情と感じ取れなかった。でそれはやっぱりその感じ取れなかったことで与えた方も傷ついて、それが何か火種になったりとか、で受け取れなかった方もそれを愛情だと気づかなくてまたそれが火種となったりっていうのがあったので、なんかこのウェルにいるとそのしてあげてるっていうのがそれぞれないんですよね。いや、ない時代になったって感じですよね。前は本当ひたすらしてあげ、その目に作ってみたいな感じがすごいあった。もうあれもしてやってる、これもしてやってると思ってたもんね。うん、今から言うと信じられないよ。え、いまだにあるよ。でもなんかもうエゴの私も OK みたいな、恐れてるのも全開っていうか、なんか恐れもあるけど願いは愛みたいな、
えこれ絵までやっちゃってだから褒めてみたいなのもなんかちょっと言える自分で OK にしてもらってるなんかところの安心感みたいなのはすごいあるすごく、全然私は絵はある何かこう僕ねそのさっきそのなんだっけ他のエコビレッジの人がこうやっぱりそれ構造だよって言っていやなんか全然違う感じがするって言ってたじゃん、僕の中ではすごく違う感じがしてなくてね、なぜかって言ったら例えば木が木苗植えたらさ木の苗とかちょっとこう木でこう風で倒れないように固定したりするじゃんか、やっぱあれは必要なものなんだよね、やっぱりその構造が必要なこともある。僕ももう一回コミュニティ立ち上げるつもりないけど、ここ気に入ってるからずっといたいと思ってるから、だけどもう一回立ち上げるんだったら同じようにまた構造をきちんと作って、で初めはその理念から始める、で理念が強くなってきたり副作用が出てくるからその時点から外していく、だから同じようにやるよ、でそれはやっぱりコミュニティの発達に従って必要なものがあるから、だから構造は構造で別にその添え木みたいなもんで、それはあっていいし、それの居場所があるよね、と思ってるけどね、いいですね、はい、私はそのウェルニーという嫌な時代とかいい時代とかいろいろあったけど、今思うんだけど、やっぱりねナイスになりすぎないことと、あとナイスでいなきゃいけない自分じゃなきゃっていうナイスじゃない自分を許すこと、まあ、全部個人プレイ、それぞれの個人プレイというか私は個人の私のことしかわからないけど、それとあとねウェルに一生懸命にならなくなったらうまくいったね、楽になった、あの他のコミュニティ持つコミュニティを作ってるのよ、それでいて逆説的だけどコミュニティをいくつか持ってないとしんどくなると思う、なるほど、だからやっぱりコロナで一瞬世界が閉じたじゃない、今もうみんな逆にそれを逆手にとって自由にやってる人はもう勝手にやってるけど、今その時期だからより水面下で活発だったりいろいろみんなそれぞれあるんだと思うけど、やっぱりあの瞬時はきつかったよね、去年のゴールデンウィークとか初ロックダウンみたいに日本がなった時にはすごいいろいろ今まで流せた問題とかも勃発したりしてた気がするから私の中で、だからやっぱりね逆説的だけど他にコミュニティを持とうじゃないって思った、まあ、全部ここで求めるんじゃなくて、ここの良さもあるし、でもちゃんと息抜けとかやっぱりいろんなところで、やっぱり自分を満たしていくみたいな、ここで求めないことでよそで求めない、あと卒業生さっきも言ってたじゃん、道場の卒業生とかが周りにいて助かったとか言ったけど、そういう感じでウェルの卒業生とかにも話分かるしある程度想像がつくだろうしとか、全然関係ない人でもなんかそういういい感じのバランスって結局は外を充実させることが中も充実させたみたいなところは最近あるかもしれないな、なんかやってみたことですごいうまくいっちゃって味を占める経験っていうのがなんか僕にとっては大事だったかな、あのコミュニティの中で、そのまあ自然発生的にっていう話で、なんか彩香さんがさっきあの僕がなんか空き缶で薪焚き火をちっちゃくしてみたっていう話 でそしたらまあ人が集まってきてなんか楽しくなってきたみたいな、なんか何も僕期待しないでただやってみただけでそこでなんかまあ楽しい楽しいってなんか火のつけ方とか詳しい人が手伝ってくれたりとかそのなんか楽しかった経験がやっぱり僕は味を占めて、なんかそうみんなも多分楽しかったから憧れるのっていいんだなみたいな感じで、なんかそれって一つのノウハウなのかな、だからなんかまあ自然だけど自然じゃないかもしれない、でそのなんか味を占めた経験をしてしまうと、もうそのコミュニティがどんどん楽しくなって、で多分グッドバイブスでうまくのかなみたいな僕なりにちょっと考えたのはそんな感じなんですけど、
けてなんですか、なんかウェルが大事にしてる持ち寄る暮らしっていうのはまさにそうだなと思って、うん、なんかそれぞれが与えようとして無意に与えるんじゃなくて、うんうん、まあそれぞれが自分自身も満たしつつそのなんかお裾分けというか、うん、そっから持ち寄ってくる、さっき言ったしてあげてるっていうよりかはなんか自分もそのすることでハッピーだし、うん、でそれでさらになんかみんなもハッピーになってもらえたらいいなみたいなことでそれが広がっていくからお互い無理がないというか、うん、まあ、なんかそれが、うん、居心地の良さでありなんかうまくそれがウェルの文化となってる部分なのかなっていうのは、うんうん、思いました。なんか何かしようとした時必ず背中を押してくれる人その人はその何かしようとしてる人の前になんか楽しい経験をすでにしたい人でこれをすると楽しいってしてるから、うん、なんかこう手伝ってくれる、うんうん、助言するよとか手伝う、 そう、それでうまくこう連鎖反応で楽しいことがつながっていくのかなって気がします、うんうんうん、なんかあの僕言ってないけどこれ言いたいなってのが1個あって、うん、さっきほら僕してやってるみたいなの言ってたじゃん、だけどね本当になんかその無理し僕は無理しないことが大事だと思って、うん、やっぱりその副作用が大きいから、うん、でなんか本当そういう風になっていけばなっていくほど、あとその他の人を受け入れば受け入れるほど本当自分も受け入れられてることができてきて、うん、そのね本当になんかそのしてやってるって思ってた時に本当になんかいかになんか自分がしてもらってたかっていうのはなんかすごく見えてきて、なんかすっごいしてもらってたのにもうしてやってると思ってた、それも伝わってたみんなに、だけどすごいしてもらってたっていう、なんかすごくなんか世界が変わった。なんかカイさんがいつも言ってるじゃん、なんかもう地球とかもう黙ってても勝手に雨降ってきてとか、なんかそういうなんか自然の美しさっていうのは人間も自然の一部で、なんかすごくそういう美しさがあるなって思うの、うん、僕はなんかそれが自分が求めてるものだなと思った、うん、だからすごい自然に惹かれるし、もっと自然から学んでいきたいなって思ってるんだよね。ありがとう。はい、ありがとうございました。だいぶ長くなったけどここまで聞いてる くれてる人は本当にありがとうございます。はい、じゃあそんなわけでウェル の10人5人でお届けした暮らしのあるコミュニティ第4弾、はい、次回もお楽しみにしてください。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ナイス。Thanks for watching the YouTube video. YouTube 見てくれてありがとう。僕の活動とか、パーマカルチャーと平和道場を、応援できる人、応援したい人、ぜひぜひ、説明、映像の下の説明の部分を見てもらえたら、その応援の方法が書いてあって、で、みんなの応援が僕たちの活動の、本当に栄養になってるので、一緒にこういう素敵な世界を作っていけたらなと思います。 Alright, じゃあ see you next video. Bye!